3、2、1。こんばんは。皆さんどうもこんばんは。こんばんは。あ、俺サングラスかけっぱなしだった。早速であれなんですけど、はいはい、武器は何を選んだんですか？僕体験です。体験なんですね、はい、あ、ただ僕 4.2 のシグマ編終わるまで封印中なんで。あ、やってないです。あ、じゃあネタバレは体験です。体験は、あ、ネタバレは勘弁してください。わかりました。はい、はい、ということで、まず一つ目のミッションが達成しました。みんなね、ワールドの、吉田さん気にしてるっていうのも知ってたんで、うん、武器何使ってるのかなってコメントは。あ、そうなんですか。へえ。僕ずっと昔から体験です。体験、ずっと体験です。 BGM がスーパーでかい。あ、今最初だけだ。ということで改めまして皆さんどうもこんばんは。始まりました特別放送、吉田直樹さん&江戸文による対談放送でございます。まあ、肉食えるっていうのだけで来てるんで、対談はどっちかっていうと二の次なんで。トンツーさんでやってるんですけど、店長さんがさっき、はいはい、お客さん多分お話聞きたいと思うんで、文一さん肉少なめでいきますねって気使ってくれたんで。え、多分ちょっとなんかいきなりテンション下げるそこで。でも食べていただいて、たくさん食べていただいて。だって今日僕、はい、さあ、その別にゲームの仕様の話とかもしないって聞いてたから。しないです。もう完全に普段家で14やってるまた格好で、はい、肉食うためだけに来たんだけど。まあ、じゃあなんか聞き出せたら聞きます。そしたら好きなだけ食べてください。はい、お腹空いてます？ついてますよ。キュウリしか食べてないです今日。あ、いいですね。はい、今日は時々僕らの NGC で、あ、改めましてふみちです。よろしくお願いします。あ、そうですね。あ、改めまして、スクエアエニックス、どっから言えばいいの？執行役員括弧開発担当、第5ビジネスディビジョン、ディビジョンエグゼクティブファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田と申します。よろしくお願いします。そしてブースで江戸さんが入ってくれております。はい、江戸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この放送はですね、時々僕ら NGC 放送してるんですけど、ニコニコと、フレッシュとデカ江戸さん、スイッチ、これで生放送同時にやっておりまして、その中のフレッシュで、月額会員入ってくれてる方だけが視聴できるという特別番組で、このトンツーという焼肉屋さんでいいのかな、焼肉屋さんって言っても大丈夫、焼肉屋さんです。はい、はい、でその NGC にゆかりのある人をお招きしておしゃべりするってことをやってるんですけど、今日は特別編で吉田さんをお招きして、はい、ちょっと記念にツイッチで無料放送ということで、やることになっております。はい、はい、なので今日は、そのトンツーからお届け、吉田さんがお肉をいっぱい食べる放送です。で時々僕がなんか聞けたらなみたいなお話をっていう感じですかね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、そうなんですよ、サングラス土入りなんでね、これ。これもうちょっと大きくした方が見やすいですか？あ、はい、そうしていただけるとかけなくて済むんで。どうしようかな、このぐらいにしちゃうと。でもこんだけしか見えないんですよね。あ、そっかそっか、いいですよ、後で肉を食うためだけに来たスタッフにそっち側メガネ取ってもらいます。そっち側に置きます。そしたら、あ、はい、逆にね、これ、あ、いいです、それ自体をね。そ、いいです、できます、できます。はい、いきなり仕切りを変えて申し訳ないですけどじゃ あ、それで見える見える、はい、あ、これは良かった、これは良かった。たくさんの視聴者の方来てくれておりますけれども、最初にちょっとお断りを一つしておこうかと。はい、パッチ 4.2.14 のね、間際ですけど、うん、14の話基本的にしません。はい、ゼロじゃないんだろうけどね。するとしても、うん、要はゲームの中の話というよりは、はい、ファイナルファンタジー14っていうコンテンツの話っていうところの切り口はするかもしれないっていう、そういうニュアンスでお願いします。なるほど。はい、なので、4.2 の情報ポロリとか、うん、まあ、こう14のまとめ系に何かまとめるような内容があるかどうかって言われると、これは甚だちょっと、そういう要望にはちょっと答えられないかなと思います。なるほど。それはあらかじめご了承ください。はい、よろしくお願いいたします。そういった質問もちょっとピックアップは基本的に僕はしないので、よろしくお願いします。うん、はい、そんな感じです。よし、大丈夫ですかね。今日はだからもうなんか僕は完全にプライベートモードで来ている体なので。そうです、はい、肉でおもてなしをいたしますので、はい、まずちょっと乾杯をしたいので、はい、お飲み物を、はい、あ、じゃあとりあえず最初生をいただけますか。はい、とりあえず生、はい、とりあえず生か、別に何でもいいですよ、何でもいいですよ、何でもいいですよ。じゃあ絵面的な意味でノンアルコールビールの、ノンアルコールビール、はい、なるほど、はい、そちらは
そちらはスタッフは、あ、生だそうです。生、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 今日はあんま寝てないそうなんでウーロン茶だそうです。はい、私はレモネードで、はい、大丈夫です。私お酒飲めないんで申し訳ないですあのすぐに頭が痛くなって、その分私が飲みますから、はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、ちなみに後であのこの間いただいた30周年記念ワインのあのイフリートとシバ、はい、まあ、はいはい、持ってきてますんで大丈夫です、はい、2杯目からそうしますあの、はい、ビールね、僕実は意外と苦手 で、乾杯だけなんですよね。あ、最初の一杯だと、はい、次からはワインですか。ワインか日本酒。あ、日本酒結構あの店長がいろいろ用意してますので、でね、はい、もしあれでしたら裏が日本酒になってるので、せっかく持ってきてもらったので、とりあえず、はい、飲み尽くしてから。そういえばそれで思い出して、吉田さん、あの、はい、例の10万円ワイン、はいはい、今ないらしいですよ。なんかそう、あ、売り切れた、品切れになったみたいなんで、ちょっとやりすぎたかなって。いや、タイミング的には僕らの放送じゃ関係ないと思うんですけど、いや、でもほらビデオで別に見れるじゃないですか、後から。確かに。でしかも結構番組の冒頭でやってるから、確かに、そこだけバッと見てる。そう、大抵その後で見る場合って最初の方が視聴者多いじゃないですか。そうですね、うん、なので多分それを見てたと思うんですよね例のクーポン効果ですかね。そうそうそう、だから11本残ってた11本完売したそうです。ありがたいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。30周年ワイナルファンタジー、30周年おめでとうございます。すごい、 いや、よかった。橋本名人、これでホッとしてんじゃないかな。すごいよな。これでまた貸し一つ増えた感なんで。はい。はい、あ、それがノンアルコールの方なんですね。あ、で、乾杯用にて、やっぱり小さいのをちゃんと店長が用意していただいたということで。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、あの、そっちに踏み中取ってるんで、踏み中温度で乾杯いきましょうか。もう皆さん、大丈夫ですね。ありますか。大丈夫です、あります。はい、じゃあ今日はいつも、はい、あの本当にお世話になっております。あ、いいです。今日は皆さんあのブレイコだと思っていただいて、あ、ブレイコもあれですけど、はい、いっぱい食べてください。トンズとても美味しいんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。乾杯。乾杯。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レモネード美味しいよ。ありがとうございます。トンズレモネード美味しいよ。もうここから先はもうあの緩い感じで、はい、もうあのちゃんとしたやつは終わったんで。終わりました。これで、あとはもう。はい、肉食べてください。うわ、すごいな、6500人もいるの。どうせそんなにすごいす、ね、この間のオーティーの放送に近いですよ。確かに、はい、この間のそう、なるほど、朝までやったオーティーの放送に近い数字が出ております。ありがとうございます皆さん。うまっ。こちら先におつまみを、はい、おつまみいただきます。いきなりおつまみですね。え、これなんだ、俺これ知らないやつ。燻製の匂いがする。エゾジカのシャリキトリです。エゾジカ、なんか最近鹿を入荷したっていうのは聞いたんですよ。エゾジカ、え、燻製なんですか。そうですね、漁師さんと仲良くなって。漁師さんと仲良くなって、またぎ的な漁師さん、ね、ハンター的な、うん、ハンターついてるし、ね、今日本全国にハンターおるしね。鹿、こちらが、あ、マイク出します、出します。はい、はい、すみません。こちらがエゾジカの生ハム。はい、こちらは生ハム、ジャーキー、ジャーキー、ベーコン、ベーコン、これがサラミ、サラミですね、はいはいはい、あとバゲットです。はい、あー、なるほど、初めて、俺、鹿肉は初めてかな。なんか最近、燻製に目がなくて。あ、なるほど、本当に。これだ、じゃあちょっと、こっちで近くの、じゃあいただきます。いただきます。見せます。じゃあ、あの、咀嚼音とか気になったら言ってくださいね。そのまま、もうね、より咀嚼するんでより咀嚼するんだ、うん、メステロ番組なんで。なんだこれ、初めて見た。うん、どれから食べるのがいいんだろう。全部そのまま食べるんですもんね。あ、まあ、でもこのバゲットと一緒っていうのもあれか。もうそのまま食べて大丈夫です。はいはいはい、久しぶりに食べた。意外とね、北海道はやっぱり鹿肉多いですか。あるんで、うん、美味しい美味しい。全然、俺なんかもっと獣っぽいのかと思った、うん、あ、でもね、多分、うん、普通はもっと獣っぽい、うん、そうだよね、うん、もっとアクはある。すごいすごい、うん、何これ、こんなお酒大好きな人たまんないんじゃないですか。これやばいやつですね、これやばいやつです、これやばいやつですよね、うん、美味しい。腕のいい漁師さんなので、やっぱり首を一発で仕留めて。ああ、腕のいい漁師さんなんで首を一発で仕留めてその新鮮なうちに鮮度を保つ。そうそうそう、すげえな。なんでそんな腕のいいその漁師と仲間になるんですか。たまたま。トンツのおばあさんが、はい、その漁師さんと知り合いで、はい、あの鹿肉の余ったものを飲んで、うん、一応、はい、うまで結構ね、
あの初めの部位をもらったんですけど、雑な管理で、はい、でその部位で臭みがなくて美味しかったので、これはこうした部位ベーコン美味しい、これは血抜きもしっかりされてるから本当に臭みもないし、乳化しております。うん、すごい、ベーコン美味しい、うまい。ベーコン、ベーコンはこの黒い、一番黒いやつ、ツジャーキー、あ、これこっちジャーキーか、ああ、これね、うん、うん、うん、これモグヨシって書かれてる、モグヨシ。ちなみに今日ですね、僕目標がありまして、はい、吉田さんからいろんな情報を引き出してね、うん、こう吉田さんの、うん、吉田直樹のウィキペディアを1行増やすっていう、うん、やりたいなと思ってるんですよそれまたあれ何、過去の黒歴史を1行増やしたい、それは何を話すか吉田さん次第です。あ、なるほど、うん、だから僕はいろいろ聞きますけど答えられないものは普通に答えなくて結構です、ね、僕でも結構そのインタビュー、うんうんうん、そのゲーム系 の, インそのパッチのインタビューとか拡張のインタビューとかももちろんたくさんですけど、うん、割とそのまあコラム書いてるっていうのもあるし、うん、あと、うんうんうん、その新聞社の方とかからだと割とどういう出自ですかみたいなのでも結構答えてるから、そんなにこう、あとは文一さんがどこまでそこで出てない情報、それで言うと僕、うん、あの確定で1個これ書けるなっていうのがあるんですけど、うん、す情報引き出せればね。ああ、なるほどなるほど。ウィキペディアによると、あ、ちょっと待ってください、あの、うんうんうん、カンペ見ていいですか。あ、どうぞえ、そんなに予習してきたの。いや、なんかなんで俺この面接面接され今日極予習日だから予習してこないと。あ、なるほどね、うん、そうか俺タンク初見なんですけど大丈夫なんですかこれですえ、だってスタジオでなんか印刷しようとしたら紙が足りないってスタッフに言われたって。あとこれですおかしいだろこの付箋さあこれ付箋が受験勉強でこんな貼らないでしょまあ世界史みたいなねこれまた面白いですよ。ただ付箋貼ってるだけじゃないですよ、うん、人物語ちゃんと人の顔を見ながら読むということに意味はあるのですごいねこれ。ああ、前広さんっていうのはこういう方なんだって言いながら見るっていう、ね、ちょっとこれカメラに向けないこれすごくないおかしいだろ、そういう本じゃなくねこれ誰だその前広の話題が出てきたらこう前広とはっていうのをこう貼って、そうですそうです。でやっぱり実際に1週目読んで、それで2週目読んで思ったんですけど、はい、その顔を知って読むっていうことの、はい、そのなんだろう、インプット力っていうのが全然違って、うん、例えばですよ、まあね、うんうん、春日さんとおしゃべりするシーンあるじゃないですか。あ、はいはいはい、あれただ文字面で読むとそういう人がいるんだと終わるんですけど、あ、確かに春日さんだっていう写真を貼って読むと、うん、声が聞こえてくるんです。まるで春日が喋ってるようだそう聞こえてくるんですなんだそれあのね、まあなんかね、やっぱキャラユニークだよねあの逆で申し訳ないんだけど、はい、まあ俺ちょっとほらその先日ご結婚された時に、はいはい、ちょっと一筆書いた、ありがたい本当にね、もう家宝です。もうね、いや文さんに失礼だとは思うんだけど、本当ね弟みたいで昔もっとやんちゃだった頃の自分をねちょっと思い出すんだよね。あんま言うとあの僕泣きますね、やめてください、はいはい、もう終わってから控室に戻って妻と二人で絶句しましたもんそれ見て。ああ、そうだね、そこまでとは思ってなかったからでしたけどそうなんですよ、ピンマイクが音割れすごいっつってるね。俺も変えた方がいいからね。いや吉田さんのやつっぽいので、僕の音割れすごいっつってるね。ちょっと変えます、ちょっと変えますから調整しましょうか。うん、ハンドはねちょっとさすがに肉食えなくなるんで、はい、勘弁していただきたいんですけど、よいしょ、こちらにしてもらって、はい、ちょっと待ってくださいね。こっちはどうですかね。で、これは下から私が抜きますので、これ、あの、あ、はいはい、ゲットかなんかに入れてください。あ、パーカーの紐が当たってるんじゃないかって。あ、そういうことある、うん、それでなんかガツガツいってるんじゃないかな。まあ、一旦これでやってもらって、うん、こっち、江野さんの方、ライン短いんだね。あー、本当だ。あ、ちょっと短いのかな。え、じゃあ、元のやつで、はい。あ、こいつを、あれ、こいつを差し替えます。なるほど。あ、じゃあ、もうやってる。あ、来てますね。パーカー脱げ。よいしょ。パーカー脱げっていうスタッフがいるんですけど
はい、これで、パーカーを脱げたのね、紐を脱げたのね。なんで速攻酔っ払ってんだよお前はみたいな。まあ、誰が言ってるかお察しですけどね、あの NGC 放送見てる的にはね。これで上げて、どうですか、なんかあったらまたコメントで。はい、どうですか、大丈夫、よろしくお願いします。で、話を戻すと、ウィキペディアにまだ記載されていない重要な情報が僕一つあって、そこをずっと調べてたんですけどどこにも出てこないんですよ。ほうほうほう。でそれ欲しいなと思ってるのが何かっていうと、はい、1993年にハドソンに入社した後、はい、ウィキペディアによると、いきなり2004年末頃にドラゴンクエストオンラインになってるんですよ。はいはいはい。その間の年表が一切書かれてないので、そこをどっかを調べればあるんですよ、実際スクエアエニックスいつっていうのは、ただウィキペディアに書いてないのでそこは書きたいなみたいな、はいはい、あとその1個前に勤めてらっしゃった、会社も入ったタイミングとか、ロケットスタジオとか、そうそう、はいはい、それも書かれていないので、うん、それが謎に包まれて、あえて隠してるのかなぐらいどこ探しても出てこなくて、僕あれですからね、吉田さんが出演されたインタビュー系の動画、全部見ました。マジっすか、ちょっとPLL の第1回までちょっと低レベルですけど大丈夫ですか。後ろにこうディスプレイがあってね、まだこれからイフリードだって言ってるのにガルーダの武器をポロリするあの感じとか、やってましたね。もうあの第1回の放送は本当に緊張してて、自分で言い出してやるって言ったものの、いざ始まるってなった時の、僕もうちょっと気楽にやれると思ったら、はいはい、視聴者がモニターの向こうだから反応がないから、で当時はその YouTube でしかやってなかったはずだよね、あの当時。だからコメントもないから、で Twitterで会話をしながらっていうコンセプトだったんで、もう全然わかんなくて、はい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 、やっぱり割れてる。俺の声がでかいだけかな。吉田さんのマイク結構下げちゃってる。ちょっと一回。そうですね。僕の調整しつつやりますので、声を下げれば。そう、その辺を見たりとか、あとは渋谷ヒカリエとかね。あれとか、あれ何週見たんだろう、俺何週見たか分かんないな、あれ。光絵は本当に何週見たか分かんないですね。はい、ごめんごめん、それどっちの光絵、ロンチです。あ、もう本当にロンチです。あれネットから叩き落としたいね、後ろ向いてグッてやっちゃうやつです。いやー、もうあれね、頑張れの声がずるいよあれはね、ちょっと辛かったな。いや、私言うてね、14は学者やってますんで、学ぶものって意味でちょっと今日はちゃんと予習させていっぱいやらせていただきました、はい、本当に、はい、よかったですよ、コンティニュー言ってて。あ、そうですね、ちょっと出遅れたんでないかなと思って探したんですけど、あってよかった。いや、もともとコンティニューさんね、僕結構好きな雑誌で、あ、書いてありましたね。で、もともと結構そのなんて言うんでしょうね、そのゲーム作ってる人の多分ライターさんに本当に好きな人がいるんだなっていう、はい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 、結構ピンポイントにその人にスポット当てるインタビューを昔からなるほどそうやってて、小島さんとか田尻さんとか、なんでそこで声かけていただいたのは正直めちゃくちゃ嬉しかったんですよ、ね、確かにそのインタビューそのされる側っていう意味では、こうまあこういう状態で言うとすごくあれっぽいんですけど、リサーチをしっかりしてくれた上で話をできる人だと嬉しいですよね。あれはインタビュアーの方々、まあ特に光の選手が一人ね、編集にやっぱりいらっしゃんで、それがでかかったです、じゃあワイン開けてもらっていいですか。あ、吉田さんも開いちゃったの。あの視聴者の皆さんがね、吉田さんグラス開いてるぞってすごいいいですよ。どこのタイミングで行こうかなと思って。あ、じゃあ俺のマイクちょい下げするとみんなが原因を上げて調整できるらしいから。なるほどね。俺を下げると我はなくなったみたいよ。とりあえず一旦これを、はい、今開けて、こっちシバ、あの大丈夫です、僕シバっていうか白あんま興味ないんで。ああ、なるほど。じゃあこれはそうか。 あれだ、ワインオープナーとかをありますもんね、もちろんね。いや、どうぞどうぞ続けていただいて大丈夫です、はい、そうだから。じゃあこっちは開けます、私。ありがとうございます。おお、30周年のね、はい、いや、イゼルは好きなんですけど白ワインが興味がない。白ワインに興味がないんだ。そうなんです。赤ワインだけなんですね。まあそこは食べ物だからしょうがないよね、はい、うん、
どうもちょっと別に飲む人をどうこう言うつもりなんですが、自分のその好みとして、はいはいはい、それはちょっと甘くてね、はいはいはい、おー苦手なんです。甘いんだ、はい、まあ、辛いのももちろんあるんですけど、はい、おこれまた俺がまたやるんですか。お大丈夫ですよ。よしよし、30いけたんだった、ね、うん、あんなんやったらもうこんなもん片手でできますね。今日ねエドラック使わなくても開けます。それはもうこれ絶対失敗する流れじゃん。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。あれこれだとどうすんの。これこの間みたいに普通に刺していけばいいのかな。店長が来ました。これ使ったことないね。あ、そうですか。普通にですね。普通に、はい、ここ逃げるとダメなので、はい、逃げらず最初に刺して。あ、簡単なやつ。そうですね、こっちだと30年ものとかでも、はい、そうですね、こっちはこっちはいけるんだいう悲劇が起こらない。簡単じゃないか。あ、すごい簡単じゃないか。はい。正直これをなぜ持ってこなかったって。この間そうですよね。この前ね。そうですよ。なかった、ね。長時間でこれ出してくださいよ。あとはね。あ、本当だ。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ勝手に飲んで。ああ、いやいいです。フィッチいいです。いいです。フィッチ。またジュースみたいになっちゃうんだから。じゃあ大丈夫です。ワインなんてワインなんてどぼどぼついで。少しだけ。じゃあ少しだけする。あ、すいません、ありがとうございます。うん、ぜひやって。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、あ、あとか。一旦、はいはい。はい、それで、あ、でも向こうは用意したんだ。白は向こうにあげて。あ、じゃあ白はそうしましょうか。はい。はい、あ、じゃあすいません、店長お願いします。よいしょ。でも、ワインは、でも本当に、まあアメリカもそうだし、ヨーロッパもそうですけど、みんな本当水みたいに、こう、ドバドバってついて、ガブガブ飲むんで。はい、日本がちょっとかしこまりすぎかもしれないですね。僕もそういうイメージだったんですけど、14で海外出張するようになってから、あれ海からすごい変わってるけど大丈夫。これすごくワイン味だ、やっぱりこの前のと全然違う。全然違う。そう、びっくりしちゃった。ちょっとまさにワインだよね。びっくりした。いや、これを悪く言ってるわけじゃないんで、1ミリもそんなつもりないんだけど、これは普通、ね、うん、違ったんだ。そうなんですよ、あれ違うんですよ。だから違う、本当に。いや、だからお買い上げ。あ、ワインだ。うん、ワイン味、ワイン味いただいた方、その30年もののね。結構、でも知らない、普段飲まない人間がインパクトを受けるっていうことがあったので、うんうんうん、それはやっぱりそうなんでしょうね、うん、きっとね。あれ、もしかしたら普通のワインとお水と、まあ、お買い上げいただいたその30年もののヴィンテージとをちょっと比べつつ、うんうんうん、まあ、途中水入れながらですけど、やると、うん、ちょっとよりよか買ってよかったなって思えるかもしれない。なるほど。別格だったんだ。本当この間のね、10万円のやつはあ、もうなんかもうワインじゃないですか。ワインじゃなかった。違った。うん、確かに。熟成された何かしてもいいですよね。吉田さんが良ければ。あ、じゃあ、はい、コンプライアンス的な意味で大丈夫であれば。そうそうそう。作ってきた資料なんですけど、まず、はい、コアスタッフ集ですこれ。なるほど、はい。なんで一発目がさ、この一番上にさ、今日も一日頑張るとか、俺こんなこと言ってない。これネットで、作られてたやつでしょ、これ。そう、僕、完全に僕だけのカンペなんで、やりたい放題でやっちまえと思って。これ、俺も見たけど、これはなんで一個目。いっぱいあるじゃん、他にも。いいじゃないですか、ポジティブで、今日も一日頑張るぞいですよ。まあ、俺そんな朝ポジティブじゃないけどね。それ言ったらあれですよ、この後、河本さんが広いですよ。ああ、そうなんだ。これ高井さんでしょ。うん、こうですからね。これまだね、申請したからね、まだマシな河本ですよ。マシな河本。9とか11の時だったら大炎上ですよ、あれ。そこ触れちゃうんですね。いや、まあ、だって事実は事実ですからね。まあ、確かに確かに。そう、本当だ、すごい。やっぱりどんだけ探しても写真が出てこない方もいらっしゃったり、うん、いろいろやっぱりそこは動画見ながら探したり。あ、マイケルとかかっこいいね。ね、プライマルズの時のなんで、で俺がこれ。いや、なんかテンション的に今日も一日頑張りたいなと思って。あ、なるほど。まあまあね。側見とかもかっこいいね。そのいい感じですよね。ブースインタビュー受けてる時のやつ。ただ最初は真面目なやつをピックしてたんですよ。画像これかな、はいはいはい、これかなって、はい、でもなんか途中で、うん、あ、そういえばこれ内部資料だから何でもいいやと思って、うんうん、変えたんです、吉田さんの画像は。内部資料だね。そう、うん、っていうのが一個と、あとはファイナルファンタジー14の年表です、うん、あ、歴史ね。そう、2009年から2018年1月30日までの、うん、僕ね、なんかもうパッチナンバーを覚えてなくて、9の時のと思って、うん、パッチノート集です、これ。
本当だ。 2.1 から 4.2 までありますすごいな。アイテムスタックス99から999個に変更されます。素晴らしい。ね、最初僕が Q14 引き取った時の最初のアップデートあれですかね、モンスターのサイズが大きくなりそう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  120% しますってやつ。そうそうそう、だって今すぐできて少しでもちょっとずつでも世界を変えていけるのはスケール変更でしょ。なので時期があれいつ頃だったかなって話がもしこの後出るんだったら、うん、これを見れば一発で。なるほど、はい、もうほんと Q の、 あのバトルシステム変更とかイフリート実装とかゼーメル実装とかは、うん、パッチナンバーがもうどれだったかがほんと思い出せなくて 1.9 の、じゃあ 1.1 の B とか。そうなんですよ。だからあの頃昔僕がずっとオンラインゲームでその MMO やってた時ってパッチナンバーに ABC ってあったんですよね。そうですそうです、よくそうです、よくあって、その僕はそれを模倣してたんですよ、あの時。だから、はいはいはい、メジャーが来る前、来た後に ABC っていう、 こうパッチがあったりとか、はいはいはい、いろいろやりましたね。どっちかっていうと、プレイヤーとして培った経験の方がでかかったので。最近だともう 2.55、違う 3.55 か。あの時に1回だけ BAB が、ね、うん、入りましたね。たまにやりますね、今でも。うん、1回だけ。はい、であとは最後はこれは、僕が個人的にいろいろ調べて気になった発言とかに対してどういうことを突っ込もうかなっていうのも含めたカンペですね。いろいろありますよ、日々セキララももちろんあれば、うん、PC ゲーマーインタビューもあるし PS4 クリエイターインタビューとか。へえ、あ、ありましたね。いろいろ見て気になった発言を、ね、なんか動画で撮られたのがあったな。そう、 PS4 はタッチパッドがあるからコントローラーのプレイとして一段上みたいな話をしてましたよ。だってそう言わなきゃいけないまあね、うん、タッチパッドついてるしね。まあなんでこれをちょっと糧にいろいろと話をできたらなっていう。本当にみんな優しいね。吉田に肉を食わせてやれって考えてて確かに確かに、もうね、優しい、本当にみんな早く肉を出してやれっていう。出ますよそろそろもうちょっとで、うん、ですね、うん、もうちょっとでなんと、7521まで、もうあと名古屋までもう少し100人いかないぐらい。この間行かなかったな、確か。この間行かなかった、今ね、7479だ。名古屋超えてたよ、この前。超えましたっけ、うん、もうちょっとピークで名古屋なんで、あと十何人少なければね、名古屋の。あこれ肉が来たら、多分ガッてまた名古屋超えると思いますよ、はい、さあ、七輪が入りました。あ、店長ちょっとすごい、そうえ、切ってる、また始まったよ。切るまた始まったよ。切ってる工作が始まったよ。七輪ってね、俺これ初めて見るな。普通そこの上に肉を乗せるものであって切るもんじゃないと思ってるわけですけど、うんうん、あ、そうですね。本通生放送ではこれがたびたび起こります。なんで切るんだ。そう、網切ってるけど。そうなんですよ、肉焼けないじゃないですか、うん、そうでしょ、そう思うでしょ、うんうん、落ちちゃいますよ、ピュッて。今日のメニューは私も知らないです、逆に。へぇ、はい、なので何が出てくるかちょっと分かんないです。バトルフィールドこれバトルフィールドなのかな。牛角でやったらめっちゃ怒られます。怒られますね。お肉がバトルフィールド、これ今のでそうですよ。あの、え当てたえ出たえ何これ、えトライアップルでしょ。トライ決めた、始まった。これ見たことあるやつ。あ、名古屋に超えました、おめでとうございます。あありがとうございます。何これと思ったらこれですよ。これはインパクトあるなすごいな、なんだこれ。あれ肉食いに来たんですよね、今日ね。肉ですよ、はい、うん、あれここも入っちゃった。え、僕ハワイアン的なやつあんまり得意じゃないんですけど何が出てくるんですかねこれ、あの、まあトンツー生放送を割と初期の方かな、見たことある人は一応見たことがある絵ではある。おーおーおお、え、でかくないか。あ、これ1枚なんだ。うわうわ、あ、これは突名物スカイツリー、スカイツリーですね。あ、はいはいはい、はい、見ました見ました。そうなんですよ、巻くんだ。巻くんですよこれ。ただ俺パイナップルに巻いたのは見たことない。うんパイナップルってそういうパイナップルこういう使い方をする。上に刺すの、それがすごいな。上り竜みたいになってるけど、じゃないのそれどうして、どうしたの。いや、ちょっと待って待って、うまそうってコメントあるけどまだでしょまだまだよく分かったと思ったマジで。ちょっと聞きたいんだけどこれは普通の前衛芸術じゃないですか。どこを見てそう思ったの。アートアートだよ、早にえだよこれ、うん、
あ、ミドガルゾール。なるほど。ああ、木役の。なるほど。銀類子、銀類子。銀類子の。ね、はいはい、はい。イメージしてるんだ。なるほど。あ、じゃあこのパイナップル戦艦アグリウスなんですね。そうですね。この辺りで出てくるやつは2グループまとめて、敵の範囲に巻き込んでいただきたい。それで螺旋になっててってこと？ここのタンクがあの敵の攻撃範囲にね、わざとそう雑魚を巻き込めるかどうかで、そうそうだいぶキャスが遠くにいたりしてそいつをたげられるとへこむっていう。そう、そうそうそう。だからね、キャスはね、ここだけは寄っていただきたい。そう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 。ミドガルズオルム焼き。まさかの、まさかの木役の塔。この発想はなかったね。今回はフォーテン焼きみたいなの作んなくていいですよって言っといたんですよ。確かにそうやって言ってたんだ。そう、いつもはね、そういうの作ってくれるんですけど。いやすごいな。そう、今日は吉田さんも初めだし、トンツーの通常メニューでいいですよって言ったんですよ。はぁ、したらあの放送見られた後、いらっしゃったあの、ヒカセンの方。はい。あの放送やった後、いらっしゃったヒカセンの方々から、当然、うん、やるんですよね、みたいな。あ、煽りを受けた。ヒカセン。楽しみにしてますよ。なるほどね。それで勉強されたんだ。すごく言われて、ええ、でそれで開発しました。なるほど。ちなみに木薬の塔2015年1月20日です。あ、だ、だ、ID が実装された。はい、はい、そうです。そうです。いや、マジか。あ、まあいいや、俺の渡します。まさか、なんかね、そうおかしかった。あの放送を見た後に来た非課線の方がやるんですよね、当然何かと。予約入れてた。あ、元々、なるほどね。あ、ね、あ、これ、あ、そうですよ、放送本当にやるんですかって言われて、はあはあ、で、あ、はい、やりますって言って、どんな料理出すんですかって言われたんで、いや、うん、普通のみたいな、はいはい、ええー、みたいなやつやるんですよねって、はあ、楽しみ待ってますからって言われてしまって、ハードル上げちゃったんだ。そして、これでよし、作るぞってなって、ですね、あんまりトークの邪魔しないような感じにしようと思ったんですけど、いや、もう完全に場を奪いましたよ、ね、場を奪いました。トークの邪魔しないようにしてこれなんで、すごいな。不思議な、あのね、今すごいですよ、パイナップルの香りが飛んできてる。ああ、なるほど、なるほど。熱されてね。ただでかい肉を焼くじゃないですもんね、うん、そうね。これいい感じで、なんだろう、味が染み込むのかな、柔らかくなるとかですかね。なんかでも、うん、ヨーグルト、パイナップル、カレーに使うと柔らかくなるって。ただミスターは引っ越で言ってた。これあれですよ、多分銀類子頂上決戦したして、はい、突き刺さった直後これぐらい煙出てたと思います。あ、まあでしょうね、うん、アビ共感ですからね。そうそう、うん、できっと生々しかったと思いますよ、こんな感じで。確かに、うん、確かに、ミドガルゾルムがまだ生々しかったと思います。役自体はちょっと時間かかるので、はい、今まさにトークをする。あ、なるほど、なるほど。これ上の方焼けないですね。なんか大丈夫。いろいろあるんですけど、この後技があるんですね。あるんですね。あの、店長さん、すいません、あの、植えたスタッフにも何か出してやっていただけますか。はい、あの、これが焼けるまでに、もしあれでしたら、羨ましそうにこっち見てる視線がちょっと気になるんで、うん、美味しそうだもん。あ、もちろんこれを切り分けて向こうに、みんなに出すんで。だって安心していいよ、はい、あの、今ちょっとお腹空いたっていうんであれば、先にちょっと何か出すことができますので、うん、我慢しておくともっと美味しくなるかもしれない、はい、ね。ライスだ。ライスだ。なるほどね。あのね、朝からね、全員ね、ほぼ何も食わずで来てる。おお、気合い入ってますね。ちょ、みんな今日のためにだいぶ、うん、各々が準備してますね。うん、昨日の夜から食べないし。それはそうじゃないですか。俺も今日おにぎり3個しか食べてないや。俺なんて本当今日起きてからキュウリ。キュウリだけ。キュウリなんでキュウリだけなんですか。そうで、今日ね、はいはい、こういう場を設けさせていただいてありがたいことに、で、一つだけまず最初にこれをお伺いしたいなと思ってたことが一個あって、で、はい、意外と多分みんなも思っているんじゃないかなっていうところで一つあるんですけど、はい、吉田さんの肩書きを説明していただきたい。それぞれの意味が分からなくて、ただ長いっていうのは印象はあるんですけど、はい、それぞれどういう意味でそれがついてるのかなっていうのはなるほど、うん、ちょっと聞きたくて。まずスクエアエニックス名刺の一番最初に来るのって、はい、執行役員、うん、各個開発担当が多分最新だと思うんですけど、はいはい、そうですね、株式会社スクエアエニックス執行役員各個開発担当ですね。これダメだ、メアド書いてあるからダメだこれ。あ、今多分書いてないのか。そう、いただいたやつは書いてなかったです。執行役員しか書いてないんだ。だからこの開発担当って括弧で書いてあるやつ、ウィキペディア、これ情報古いんです。あ、確かに。だかこれ直さなきゃいけない、直さなきゃいけない。これ多分放送中に直るよ、うん、で、まず1個はやっぱり気になってるのは、日々
セキララ読んだ方もそうだと思うんですけど、はいはい、執行役員ってすごいんでしょどうせっていう、やっぱ言うてもすごいんでしょっていう。でもよくそのまとめとかのコメントを見てても、その役員と執行役員の区別って、はいはいはい、実は全然違うものって、はいはいはい、っていうのを正直僕もなってから知ったんですけど、はいはいはい、その要は僕よく言うんですけど、執行役員って社畜の最上級ですよ。うんうんうん、要は誰より働かなきゃいけない、要は社長や会社、はい、もしくは取締役会が決めたことを、はい、あなたたちは遂行するのが仕事ですよと、執行するのが仕事ですよと。あ、その執行なんですね。そうですそうです。なるほど。で、もちろんその各々プロジェクト持ってたり部門持ってたりしますけど、はい、それ以外にも前者の視点で会社が求めること、代表取締役が求めること、役員会が求めることっていうのを成り代わってそれを執行する役目ですよと。じゃあ役員ではない、役員ではないです、うん、で役員の方が決定したミッションが降りてきてそれを執行するっていうことですかね。はい、もちろんそれが基本なんですけど、はい、もうどこまで言ってるのかな。もうそうですよね、そうですよね、そこですよね。執行役員会議っていうのは当然どの会社でもおそらくあるはず、はい、そこにはやっぱそのミッションっていうのが降りてきた時に執行役員で議論には当然なります、うん、いやいやそれは受け入れられないですって話をすることももちろん、はいはいはい、たくさんいるんですか、その執行役員という肩書きがつく方は。まあ、それなりにいますね。ああ、なるほど、はい、なんかもし言っていいレベルであれば、僕らで知ってる感じでもう一方だと、セブンとかテンでおなじみの北瀬さんとか。はあはあはあ、はいはい、なるほど。もともと開発担当執行役員ってその前の肩書きの時は3人いて、はい、ドラケテンの陽介、はいはい、斉藤さんと、はい、北瀬さんと、はい、僕が3人、はい、おおおで、あとは橋本名人も、はいはいはい、橋本名人、はい、だ皆さんが知ってる、よく知ってる、あとはドラクエの、全ての統括をしてる三宅さんとかも、はいはい、なるほど。で、大概降りてきた命令に文句を言うのは三宅斉藤吉田です。神つくここまでは多分大丈夫です。あ、なるほどなるほど、なるほどね。ここまでは多分言っても大丈夫です。ああ、じゃあ大概ね、すぐ噛みつくのはね。そしたらじゃああれですね、現場にいる方にどういうふうに伝わるかっていう意味ではすごく重要なポスト、はい、そうですね、それは、うん、下手すら間違った感じでニュアンス伝わっちゃったりするともう、まあ、どっちかっていうと僕はその伝えるよりも、うん、そのなんでこんな結論になったんですかって言われた時に説明できなくしたくはないんですよ、はいはいはい、その僕って若い頃から結構上司に噛みついてきたんで、はいはい、昔の自分だったら今の自分の立場に対してこう言うだろうなっていう時に返せなくなったら終わりだなって思って一緒やってるつもりで、まあ、例えば理不尽な話が来た時にその理不尽って2つの要因で起きると思ってて、はい、本当に理不尽か、はいはいはい、立場が違うのと情報がそのなんて言うんでしょうね、同じ制度になってないから理不尽さを感じる。ああ、なるほど。見てるところがちょっとそうです、ね、スケールが違うっていうか。ただこれってちゃんと話して情報を下ろせば、あ、まあ確かに俯瞰してみたらそれはあるかもしれないですねってなるんですよ、うん、だからそうならないようにするっていうのが一応自分のポリシーではやってはいる。だから説明が足りなくてこういうことをって言われると意味が分かんないですって、はい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 、で、まあ、すぐ言っちゃってっていう感じです。結構ね、静まり返ったりしますね。あ、なるほど、はい、ここぐらいまでかな。それが執行役員ですよ。なんかそれに関連して聞きたいことが1個あって、それと、あ、うまいこと紐づくなってのがあったんですけど、まずは肩書きについて進めましょうか。まだ続きがあるんで、で執行役員があって、はい、で今かっこ開発担当はないですね。今はないですね、ないですね今、はい、はい、でその後ですね、いろんな方向にやってます。なるほど。人事案件もそうですし、ああ、そうか、開発担当だから開発だけじゃないってことですね、今は。今はそうですね、机に全体見て、そのお給料みんなでどうしていくのとか。それも見てるんですか。そうですね。へえ。それは知らなかった。それはすごい。で、第5ビジネスディビジョンの次の肩書きは、はい、第5ビジネスディビジョンのディビジョンエグゼクティブっていうやつは、はい、まずは第5ビジネスディビジョンですよね。なんじゃそりゃですよね。簡単に言うと、はい、
あの第5事業部ですね。あ、なるほどなるほど。要は事業部です。いくつかあるチームのうちの一つみたいな感じですか、うん、そうですね、うん、今なんだろう10個なのかな。第10まである。第10まであって、それ以外にももちろんそのマーチャンダイジングとか、はい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 、音楽出版とかっていうのはありますけど、はいはいはい、開発系に関わってるところは今10個かな。この辺りはですね、スクエニホームページのですね、うん、あの IR ページを見ていただくと組織図が多分ね、はいはい、載ってるんじゃないかな。おお、ちょっと気になりますね。これ以上言うとね、なんかお前違うじゃねえかってなって、ね、ああ、なるほど、そうなるほど、なるほど。で、まあそのうちの、はい、第5ビジネスディビジョンっていうところをところがあって、そこの要は部門長です。そのディビジョンの事業部があったら、はい、事業部長っているじゃないですか。いますね。これで横文字数が分かんないです。まあでしょうね、うん、僕も反対したんですよ、はいはい、ディビジョン、ビジネスディビジョン、実にスクエアニックスらしいというか、まあ中任なんですよみんなはいはい。なんでそこの位置を要は分かりやすく言うと第5事業部の事業部長です。ああ、なるほど。でこの第5ビジネスディビジョンの配下、まあ配下というかには、うん、今だと、まあ、ファイナルファンタジー14、はい、あ、14だけじゃないんですね、開発運営があって、はい、ファイナルファンタジー11の開発運営も僕の部署ですね。なるほど。なのでよく11の打ち合わせもしますし、はい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 。で例えばあとはですね、代わり種だと、まあ、もう発売してるタイトルしか言わないですけど、まあまあそれは、まあ、ドラゴンクエストビルダーズ、はい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 、あ、それでビルダーズよろしくみたいな。そうです、そうです、はい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 、あれはなんと我々が企画して、ね、している、はい、なるほど。あの三宅さんにこんなゲームを思いついたんだけどってプレゼンをして、14作りながらですか、吉田さんに至っては。あれはニーノと2人で、まあ、ニーノがもともと企画をしてきて、うん、まあ、それでディスカッションしていく中でどうしてもこうサンドボックス型というか、はい、それにストーリードリブンをくっつけたゲームを何とか作れないかっていう話をしてて、はい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 、なかなかまとまりにくくて、うん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 、ちょっと一回2人の頭を整理するためにもドラクエをかぶせてみようっていう話をしたら、ドラクエありきで始まったんじゃないですか。違うんですかね。違うんです、サンドボックスのストーリードリブンから始まって後からドラクエ乗っけたんだ、はい、あ、知らなかった。だからあれ企画書には FF バージョンとかあるんですよ。そうなんだ。今から作りましょうそうなんですね。まあ、でも最も、まあそれで三宅さんに話を持ってったら面白いからすぐちょっと堀さんに話してみようっていう感じで始まった。で、あれ実は開発も全部第5ビジネスディビジョンでやってるので、うちの部門で全部作ってらっしゃる、はい、グラフィックスもプログラムもそうですね。じゃあ、春日と河本がどんだけあれで働いたか。本当ですか、14やりながらってことですか、はい、そうですよ。14にいる、要はコアメンバーって、うん、今作ってますけど資料、ここにいる方々は14だけじゃないことも日々やってらっしゃるんですね。そうですね、部門の活動は、まあみんな偉いんで、知らなかった、部門の中でみんな、まあ会社的にも結構偉いんでね、みんなね。すごいか。だから他のプロジェクトのヘルプというか、うん、部門を超えても、はいはい、例えば皆川だと先日出たゾディアックエイジ、はいはい、12の HD 版の序盤はグラフィックスデータ全部もう一回解析し直して、こういう風に作り直したらその工数少なくそのできるよっていうアドバイスをしたりとか。でもそのタイミングってビルダーズの話をするんだったら、うん、4.0 に向けて UI 大幅に刷新しなきゃいけないタイミングとかと被りません？まあそうですけど、うまくだからバランスやってるんですよ。だから皆さんね、これこの話をね、なんでしないかっていうと、はい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 、ネガティブに聞こえちゃうってことですか。聞こえちゃうんですよ、うん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 、でしょうね、うん、でももう物が出てしまえば別にほら何も影響なかったでしょ。そうですね、そうですね。あの時はもうでも春日と河本がすごかったですよ、ビルダーズが。すごいですね。まあ2のももちろんすごかったんですけど、うんうんうん、はい、どうなんですか。あ、これもうできてます。あ、もうできてる。今ね、多分話待ちだなと思ってた。あ、本当に。わかりました。いやビルダーズは超面白いです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ビルダーズは私だって27時間やりましたよ。ありがとうございます。連続で17、2017年あのベストゲーム3位なら入ってたよな。そうそう、入ってます、入ってます。なんと吉田さんが作ってました。まあ僕はどっちかっていうと、うん、その、あの、時々出てっていうだけなんで。原案ですよね、でもね。ビルダーズ。あー、来たー。うわ、面白かったですよ。まあ、こんな感じで。いや、あれは俺ドラクエだから面白いと思ったかな。はい、
へー、おー、はい、焼けたところから切って、ハラミです。ハラミを1本丸々、はい、丸ごと焼きます。1本丸々なんだ、はい、これあれですね、ヒカセンの腐海にもうなんか欠かせない状態になるんじゃないかというぐらい。だって、ま、予約したら木薬焼きやってくれるんですよねみたいなちょっと待って、パイナップル仕入れてないみたいなあれ事前に言ってくれればやれるやつはやれるんですよね。あ、やりますやります。本当ですか。でも事前が絶対必要でしょ。まあ、それはもうそれはもうないですからね、これね。パイナップルがちょっとさすがに木薬の塔1本入りましたってことだよね。すぐ近くにね、製菓屋さんがあるわけじゃないだろう、ね、すごいな。店長、これは手伸ばしも食っちゃっていいですか。そうですね、どうぞ。じゃあ、ありがとうございます。このままで、はい、タレもなくたりパイナップルはどう来るかですよね、これ、はい、そう、今のところパイナップルまだですからね、うん、いただきます。皆さん、どうですか。いいだろういただきます。はい、多分このハラミは食べたことないと思いますよ。インパクトありますね。すごい。あ、びっくりしちゃった。いつも食ってるハラミってハラミじゃなかったんだって思うんですよ。そこにまたね、はい、ほのかにね、パイナップルの初手パイナップルきますね。うん。あ、香りが。開幕パイナップルバフがかかってます。うん。超えてんだ。あとね、ハラミって意外と。はい、熱いと硬いってちょっとイメージが人によってはね、あるんですよ。柔らかい。めちゃめちゃ柔らかいです。これはやばい。イエーイ、8191人のみんな見てる。あれ、この前の14の放送より多いの。うん。わあ、美味しいなこれ。パイナップルはなくてもスカイツリーハラミ自体は通常メニューで入ってますんで、トンツーで。いや。これはうまいぞ。パイナップルの味するのがすごいな。すごい しますね。木薬の塔すげえな。Q14 のトレーラー見た時こんなことになると思ってなかったよ。ちなみにトンツ日曜日もやってます。日曜日はどちらかというと予約少なめですので割れていけますよ。これは月曜日は休みですよね。休みです、はい、月曜日以外はやってますので。めちゃめちゃ柔らかいんだよな、歯で、ねね、ね、全部噛み切れる。そう、はい、あとあれですってね、ワールドカップとかで暇の時は休みますって書いてありました、ね、いやでもこれはね、あ、うまい、食べた方がいいっすよ。いやもうだからそういうやばいやばい、さんとか兄先輩とかをね連れてきたくてしょうがなかったんですよ。で今回はまあ多分ね、M なんとらさんも来るんじゃないかなと思って、うん、我慢してて。大丈夫です、喜んでるみたいなんで。いや、そうそう、それで第5はそんな感じで、はい、まあもちろんそのまあなんだろう、求人というかスクエニの求人ページとか見ていただくと分かる通り、まあもちろん新しいタイトルみたいなのも、はい、開発しながら、やっぱり一つのタイトルだけを、例えばファイナルファンタジー14も11もそうですけど、はいはい、すごい長期に及ぶので、そうですよね、まあ、できるだけそのいろんなチャンスというか目が見えないと、なるほど、これだけをってなっちゃうのも、なるほど、結局14のクオリティにも11のクオリティにも良くないことって起きるので、どうしてもモチベーションダウンって、はい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 、まあ、その辺は意図的にそうならないようにしてたりはします、ね。うーん、まあ、第5は今そんな感じですね。で、多分今は多分スクエニ一番大きい。あ、本当ですか。はい、所属人数が最も多い。忙しさで言ったらやっぱりでも14なんてパッチすごい速さでバンバン来ますから。なんか、まあ、僕、まあ、スタッフにもよく言っているんですけど。うん、スケジュール通りに物を出すっていうのが僕の印象ですよ、うん、これも僕個人の印象ですけど、はいはい、その僕が入った頃のそのスクエニって結構発売延期か発表してから長いっていうのが多くてはい、そうですね、はい、実際そうですね、まあ、言ったらスケジュール通りできるだけ出すっていうのを、まあ、一生懸命、まあ、ちょっとね、蒼天のヨシガルドは
アーリーサマーって書くんじゃなかったって本当一生の不覚ですけど。あ、違うわ、スプリングって書くんじゃなかったって。スプリングですね、スプリングですね、スプリングって書くんじゃなかったって思いましたけど6月はスプリングじゃないですね、微妙にね。ああ、そうなるのか。なんかやっぱ予定をちゃんと組んで予算とスケジュールの中で向こうのやつなんですけど、どうしても、はい、食べてくれる。なんかどうしても美味しいか食べていただきたい。これは、これ何5秒炙りカルビですか。食べ直しますね、これ、はい、これ5秒炙りカルビっていう、まあ、カルビやってるので今回は話したんですけど、すごいでしょ。何これ何これこれ通常メニューです、今の。やばい、カルビの概念がね、崩れるんですよ。え、何スタッフ側の方がいろいろな種類の なんなん。いや、向こうちなみに単勝とか食ってますからね。だいたいこういう時って演者は損するんです。なんだろう、喋、はい、ってるから邪魔したくないんで向こうは食べますっていうことらしいです。あれはね、はい、僕らに対しての僕に対しての気遣いじゃなくて、はい、罪悪感なだけですよ。なるほどなるほどなるほどね、うまいから食べてくれちゃないんだ、まあ、後で何言われるか分かんねえみたいな。一応食ったでしょみたいな。店長、ヒラピーに与えてあげてください。あの焼けたやつは持ってきますので、すいません。まあでも本当、あの求人一度ご覧いただければですね、うん、まあ、業界の方も見てらっしゃるかもしれないですけど、まあそんな感じでなんかやることはやる、はい、まあ、無理なものは無理だし、はい、うん、でどうしてもなんか14のプレイヤーの皆さん、そのブラックってよく、まあまあイメージですよね、これはすごくいっぱい出てるから。それは素見と僕だけです。なるほど。でしかも誰かから強要されてるわけじゃない。あ、はいはいはい、なるほど。やりたいからやっていて、うん、他にやることがないんですよ。それでも思うんですけど、うん、例えば、うん、タスクとしてこれだけやらなきゃいけない、いつまでにっていうのがあるじゃないですか。あ、ありますね、はい、でそれを例えばやりきりますよね、うまいこと、うん、やりきった後にちょっとインターバルが生まれたり、自分の中で余力が残った時になんかパッと思いついたりとか、そういえばなんかあったなとか、こういうのやってみたいかな、もしかしてとかって、プラスアルファの発想がこう無から出てきたとき、うん、ちょっと余裕があるからやってみようっつってやるじゃないですか、例えば、うん、そうするとその次のシーズンからそれがデフォルトになったりして、結局それが最終的にすごい量のタスクで結局やんなきゃいけないことに変わっちゃったみたいなことはないんですか。うーん、なんか足し算し引き算しちゃいますね、それ。例えば、うん、このタイミングの時は、うん、できるだけの余裕があったからやってたけど、次のタイミングになったらその余裕がなくなっちゃったから、もうじゃあやれないってなった時にお客さんからなんであれやってくれないんだとか言われたりすると嫌だから、じゃあそれもみたいな。いや、若い頃はそもそもそれがあったんですよ。やれるものを思いついたものは全部やればいいだったんですけど、まあ、僕もいろんな失敗も繰り返してきて、その変に自分のなんだろう持ってるキャパシティを見誤らないようにはなった気はしますけど。経験則ってことですか。無理するタイミングはないわけじゃもちろんないですけど、はい、だ例えばですよ、うん、今年のお正月に吉田さんワールドツアーやりましたよね、はいはいはい、いろんなサーバー入って、はいはいはい、うん、あれ来年もしやんなかったら、うん、なんだ今年はやんねえのかみたいな。まあでもそしたらなんかやってんじゃないですか、別のこと。別のことでも分かんないですよ、それは。なんか光の戦士の皆さん雪山行くんで来る人で一緒に滑りましょうって言ったかもしれないです。なるほど、いいな、やりたいな。いや別に、え、なんかやってはいけないわけじゃないから、うんうん、なんか、その前の年はあの某兄っていうやつと一緒に生放送行ったら、ええ、ワールド間違えるっていうのがあって、ええ、あの写真にしようか悩みました。今聞いてないんですけど、すっげえ笑顔して今めっちゃ美味しい、ね、すごい美味しい、めっちゃ美味しい、ね、もう全然こんな笑顔見たことねえ。俺も初めて初めて見たこんな笑顔。すっげえうめえ。向こうで間違いなしてんのにこっち。違う、去年は去年で僕がやっぱりまあちょっとどっかで言ったんですけど、ポイントだったのは僕はどうでもよくて、はい、まあ、あのキレゲーもゲーなんで、まあまあまあ、いいんですけど、まあまあまあ、まあ、あの後のそのアニー先輩のコメントが面白くて、うん、吉田がガチギレしたらこんなもんじゃないっすっていう。あ、はいはいはい、で僕がうんと思ったのは、せっかくその3つのオンラインゲームが詰まってて時に、うん、もしかして冗談が分かんない人がいた場合、そのミスでそうなったんじゃなくて14は本当に人が集まらないって思われたら、はいはいはい、プレイしてくださってるプレイヤーの皆さんがに申し訳ないっていうのが
でかくて、うん、でも実際には表示限界なほど本当は、はい、本当はね、人が集まってもらえるのに、分かってくれてる人はコメントで書いてくれてたもんしたけども、全員じゃないですよね。そこがあれだけ視聴者がいるところでミスをしてしまったのが結構悔やまれてて、うん、なので今年は特にまあ生放送あるわけじゃないし、うん、僕も別に滑りに行くそのまあ、大概滑りに行ってるか放送やってるかなんですけど今年は31、1日って別に滑りに行く予定がなかったんで、はいはい、だったら去年間違えて行ってしまってコミュニケーション取れなかったハデスサーバーと、うん、放送の一瞬だけのために集まってくださった、なかなかねチョコボサーバーってあの人が多いんで、普段の放送じゃ行けないので、はい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 、だったらあのサプライズで行った方がその場にいる人たちだけである意味済むから、うん、まあそれもあって、あのあと単純にそのプレイヤーの皆さんとひたすら遊び倒す正月も面白いかなと思って、だからあんま義務感じゃないですよね、自分が思いついただけで。じゃあそれがどれだけ好評でも来年やるっていう気持ちに自分の中でならなければ、もうそれはすっぱり切る。あ、でもね、スタッフは気にするとは思います。あ、去年あれだけお正月いろいろやったんだから、うん、期待はされちゃいますけどどうしますって言われた時、ですよね、ですよね、ただあれはそれこそプライベートの時間使ってやってるんで、はい、あんまり気にはしてないですね、正直。なるほど。で肉乗せたんですよ。だってそれで言ったら僕昨日とかまで普通に4歳行ってますからね、はい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 、あの活動まだそのまま続けてるんで、はい、なんで好きだからやってるだけ。なんか出てきた。え、実はなんかあったの、二段式。え、切れ目入ってるなと思ってたんですけど、なんかジューシーな何かが出るから切ってるのかなって、はい、え、中に、え、なんか出てきた。これはもしかして、あれ、あの時のあれホルモン近いやつ。そうです。あ、ホルモン、ホルモンが入ってる。マルチョ。そうですね、マルチョ。うわ、大容量タンク。あの、あら、ノーミズさんの時ですよね、確かね、トンツー生放送。いやいやいや、うわこれ、あれは久保さんの前座で、なんかこのタンクを置くやつが、え、久保さんの方の前座で、あの、申し訳に行く来ました。なんで、なんで向こうから言われるんですかね。俺の話を聞かずに盛り上がってたやつだね。そうです、そうです、ね、うわ、これはすごいな。これはもう食べてもらうしかないです。え、これはつけてあったってことですか。そうですね、つけるだけだとそこまで柔らかくならないですけど、この生のパイナップルをと一緒に加熱するとすごく柔らかくなります。へぇ、あー、早く食べてほしい。生の豚肉で試した時だともうかなり5分ぐらいでもへぇところにはなります。あ、マルチョはそれより少し硬いので、やっぱりきっちりテストされるんですね、今のが、はい、いや、まあそりゃそうなんだろうけど、これはね、人が死ぬやつです、食べると。マジですか。もう美味しさで。まあやっぱりホルモンっていうとちょっとね、こう、うん、飲み込み時がわからない、ね、ちょっと硬いイメージとかなんかっていう聞きますけど、うん、ああ、ありがとうございます。だって向こうで頼んだものをこっちに分け与えるっていうシステムが生まれてるんですかね。うまいこれ。なんだよこれ、このポーズ。すっげえ笑顔なんだ、兄さん。おかしい、あんな見たことない。めっちゃ笑顔だな。いや、俺たち飯抜いてきてよかったな。あの、ご飯も食べたかったら頼んだらいいのよ。なんかソケンさんがコメントしたみたいなことさっき言ってましたけど。あ、そうなんですか。一瞬で流れちゃった。そう、一瞬流れちゃった。一瞬流れちゃった。いや、素研も呼ぼうかっていう話は実はちょっとしたんですよ。あ、はい、こちら。だけど初めてお邪魔するから。確かに放送でっていうのは初めてですね。どちらかありすぎちゃうから、あの、きっと美味しいからまたあるよって言って、その時やってるんじゃないですか、はいはいはい。とりあえずオケコン最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。素研さん本当に本当物販をご迷惑おかけしました。さっきお話でちらっとリクルートの話が出たじゃないですか、うん、それちょっと後で聞こうかと思っててあったんでちょうどいいんでちょっとあれなんですけど、うんうん、吉田さんさっき人事もされてらっしゃるって話をちょっとしたんですけど、はいはい、実際こういう人が来ると嬉しいとかってあります？これなんかテンション上がっちゃうよみたいな。これ、まあ、実はその職種によってやっぱ違います、うん、うん、
でこれは僕持論なんですけど、まあこれもなどこまで言うべきなのか一番なんか難しそうな話題だけど何でもとりあえず聞こうと思って今日は人事は難しいですよね。僕もともとそのゲームデザイナーゲームプランナー、はいはい、企画、はい、僕がハドソンに入社した時は企画って言われて企画っていうセクションで入ってるんですよ、うん、で僕もだからゲームって企画者と思って業界に入ったんですけど、うん、まあ、最近だとほらゲームプランナーとか、はい、まあ、日本だけですけどねプランナーが通じるのは、はいはいはい、ゲームデザイナーとか、はいはい、でまあ、その下にもレベルデザイナーとか、はい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 、まあ、いくつかあるんですけど、なんだろう、企画って一番何もできないんですよ、うん、例えばプログラマーでとしてお給料もらえるほどのプログラミング能力があるわけじゃない、はいはい、ガリガリでに最適化できるコードが書けるわけじゃないから、うん、僕はもともと学生の頃にその国家資格も取るぐらいプログラマーやったから、うん、C も C プラもそれなりには書けますけど、はいはい、やっぱりじゃあどれだけその処理制限がある中で処理を軽くメモリ分配をちゃんと考えた上でコード書けるかといったらやっぱ無理で今だと、うん、でじゃあ素研のように何か人にこうおっと思わせるような音楽がね打ち込んだり作曲できたりするかって言われると、はいはいはい、やっぱり無理だし一芸があるかって感じですかね。そうなんですよ。でじゃあデザイナーって呼ばれる例えばアートを描く連中も、うん、モデリングをする連中も、うん、まあ、それもキャラモデルと BG モデルってあるんですけど、うん、まあできないですよ、はいはいはい、まあ、ぶっちゃけと多分スクエニチ絵が下手だと思うんではいはい、またいやでも本当にそうなんですよ、うん、だから企画が一番何もできない。だから僕が企画者に一番唯一求めるのはゲームがとにかく好きで、はい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 、ゲームが作りたい、うん、自分が考えた遊びでたくさんの人が面白いとかその、まあ、ある意味叫びを上げるもありだと思うんですよ、はいはい、難しくて、うん、それでもいい。何かしら他の人に思いつけないものを、うんうんうん、あでもね僕よく例えで言うんですけどその辺道歩いてる若者に、うんうんうん、どんなゲーム作りたいですってインタビューしたら、はいはい、なんとなく出てくると思うんですよ。ああはいはい、まあそうですね、最近はみんなゲームある程度やってるだろうし例えばドラクエみたいなとか、はいはい、FF みたいなとか、はいはい、僕あれがダメです。はあなるほど。いやだってそれってその辺の人でも言えるじゃんって。あなるほど、なるほどね。合ってるか間違ってるかなんかどうでもいいんですよ、はい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 、そんなもんないし、はい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 、自分はでもこれが作りたい、いいんですよ。 MMORPG が作りたいでもいいんですよ。多分でもね MMORPG が作りたいは出てこないですその辺の人たちに聞いて。 でしょうね、うん、でしょうね。じゃあ MMORPG のどこを作りたいのとか、うん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 、どこをフォーカスしたいのってキャッチボールができないと意味がないから。ああ、あれだ、趣味映画ですみたいな。そうなんですよね、だから僕はそこが結構ポイントかな。ああ、なるほど。あ、でもそれはなんとなくじゃ、なんとなくですけど、あのイメージはわかります。だからなんかゲームが好きでゲームが作りたいって情熱に企画、これはゲームデザイナーの話です、はいはいはい、勝るものはなくて、はいはい、だから僕はあんまり経験は求めてないですそこに。あ、だって先輩たちが作った超緻密な仕様書はそれはもうしょうがないですよね。これ違うんですよ、いっぱいあるから。ああ、なるほどなるほど、勉強できちゃうんですよ。なるほどなるほど。ですげえ綺麗に組まれてて、うん、必要最小限のデータ構造で組まれてる、うん、テーブルとかがもうあるから、はいはいはい、試験勉強と一緒で、はいはい、コピって書き換えたらええやんって。なるほどなるほど。そしたらその通り綺麗に動くんだから、うんうんうん、最初って何でも人前から入るから、そこは教えてあげられるんだけど、はいはいはい、でもゲームに対しての情熱は僕らじゃどうにも教えてあげられない。そうですね、本人が持ってなきゃいけないから。あ、それはそうですね。なんで僕は他業種からどうしてもゲームに挑戦したいですっていう人は嫌いじゃないし、うん、実際にそれで40チームに入って今レイド作ってるやつらも4人とかいるぐらい、うんうん、彼らその最初はバイトからですからね。でもあ、すごいですね。バイトからでもいいから入りたいです。すごい、あの天童2層とか
14のチームに入るのでその叩き上げがいるんですか。あ、います、います。あ、すごいなそれ。いや、イメージですよ勝手に。もうバリバリもう現役でいろんなところで活躍してた、もういやいやいやガチガチの人、中東しかも無理みたいな。どっちかというとバトルチームはそっちじゃないですね。そうなんだ、そっちの方が少ないから。そうなんだ、それびっくりできましたよ。ああ、ありがとうございます。あの壺焼きされていたやつ すごいです、すごいです。マルチョって知ってるって言いたくなります。何これ、溶けてなくなるんだけど。肉じゃない感じ。そうでしょ。あ、パイナップル美味しい。ちゃんとだからパイナップル。パイナップル美味しい。酵素と甘さとチュパチュパしてる。そう。でもチュパチュパしてるとなくなっちゃう。なくなっちゃう。でもね、これね、うん、たくさんチュパチュパしてると、はい、死ぬやつだと思う。やっぱりだから人が死ぬやつなんですよ。うん。これはね、はい、1、2枚にしとかないとダメなやつだ、はい。ダメなやつですよね。うん。なくなった。俺一回も噛んでないのになくなったもん、ね、うん、なんか、うん、お豆腐でも食べてんのかなみたいな、うん、そうそうそう。え、これ普段普通に来て、まあ事前予約とかもあるんでしょうけど、はい、普通に食べられる。あ、そうですね、パイナップルがあれば全然。あ、なんだろうこの通常営業だみたいな、うん、全然言ってくれれば出します。やっぱりパイナップルに入れるからあんだけ柔らかくなるんですか。そうですね。ああ、すごい、別物になるんだ、うん、だって普通にね、マルチョウとかってやっぱ硬い。いや、マルチョウっつったらもうグミだって。そう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 、グミかゴムかっていう。いつ飲み込むんだろうみたいな。うんうん、うん、パイナップルバフすごいな。すごいな。いや、だってあのお刺身のホタテとかそれ系よりも柔らかかったぞ全然。確かに、うん、いや、本当にそう、そう、本当にそう、うん、パイナップル持参すればいいんですかって言われました。あ、そうですね、持参していただいても全然。お、いいのかよ、それいいんだ。まあでも調理法はね、もう確立されてるからね。まあ、まあ、確かにね、大丈夫なやつであればね、網を切って、網を切って輪切りして中のパイナップル抜いてそこに入れるだけですもんね。でもね、非課線のみんな一応電話して聞いてから、ね、そうそう、何でも持ってきゃやってくれるわけじゃないと思う。いきなりこうやってこう持ってこう来て、お前放送見ましたみたいな。近くのあの丸越で買ってくるみたいなね。そう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 、せめて近くの丸越で買ってくれりゃいいけど、うん、いつのか分かんないパイナップルとか困るから、うん、花マサもありましたね。いや、まあ、だから企画はでもね、今回のシグマ編の4層も、はい、そうやって育ってきたやつが作ってる。すごいですね。それは本人だって、はい、そしたらもう楽しくてしょうがないじゃないですか。入社した時の歓迎会のコメントが、はい、あの進行編2層のあのクソギミックを反面教師にして僕は頑張りますって、あの須藤を目の前にして言いましたからね。あいつ進行2というとあれですね、石化ですね。はい、石化ってのですね。はい、まあ、でもニーズヘッグ作ったりね、天道2層もニーズもあいつだし、あとあの 4.0 だと終節の合戦って、あのはい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 、あれも彼です、あ、そうなんですか。じゃあすごい大事な場面を任されてる。だから結構光の戦士の皆さんの記憶に残ってるものを作ってます、ね、今回もでもプレッシャーかなり大きかったと思いますけど、でしょう、ね、そのレールの4層ってなかなかうちでも作れるスタッフ多くはないんで、うん、4層ってやっぱりなんか締めなんで特別なものありますよね、はい、やっぱり。なのででも今回担当してすごいプレッシャーなんですって言いながらやってましたけど、あの、まあ、僕は当然プレーしてるからですけど、よくやったと思います。すごいですね、はい、まだお若い方ですよねきっとね。そう、だから彼だってバイトでいいので入れてくださいって言って、でもその熱意で他業種からですか、実際にレイド作れちゃうとこまでいけるっていうのはこれは夢がある。とっても入った時点でまだ進行2層が実装されてた頃だから、っていう時期から入って今こうですよ。すごい、それよくじゃあいいよっていう話になりましたね。何がですか。その入ってもいいよってうちのチームに。あ、でも別にそんなリスクないから、アルバイトだし、はいはい、終身雇用じゃないし、はいはい、やる気があるならやってごらんっていう。そんな軽い感じで入れるんですか。あ、ただ、うん、まあ、それに絡むところはやっぱり厳しいのは厳しいですけどね。センスとか試験は結構厳しいかな。ああ、なるほどなるほど。なんか好きだから入れるってわけではないではないかな。そこはなるほどね。だからどっちかというとゲームの開発経験じゃないところを見ます。
はいはいはい、データを扱うセンスがあるかとか、はいはいはい、論理的にものが考えられるかとか、はいはいはい、たくさんゲームちゃんとその14だけじゃなくて、いろんなゲームプレイしていて、大事ですね、自分の持論があるかどうかとかっていう方が結構大きいかも。なるほど、ありがとうございます。なるほど。でまあプランナーというか企画はそんな感じなんで、はい、プランナーはどっちかっていうとやっぱ気概とどれだけそれをやるためのその下準備があるかがデバイかな。へー、夢がある話なの。いや勝手に僕のイメージですよ、はい、やっぱり今ゲームのお仕事しようと思ってゲームの会社に入る、はい、しかもスクエアエニックスさんなんてもうね大きいじゃないですか。入りたいっていう人はそれはいるでしょうけど、うん、まあ難しいんだろうなって話をするとやっぱり難しいですっていう返事は来るんです、うんうん、でそんな中今のお話を聞いたからなんかとっても夢があった。うん、そうね、うん、ただやっぱり採用率は低いですよバトルチームは。ああ、まあまあそれはそうですよね、はい、あと、まあ、レベルデザインとかだとやっぱりそのどういうこうなんていうんですか、ちょっと俯瞰した視点でものが作れるかどうかとかちょっとセクションによって採用は違いますけど、うん、ただ窓口はだいたいうちのコアメンバーで第5は占めてるから、うん、まあ、はいはい、前広やゴンダイや山本が、はいはい、まあ見て、じゃあ誰が面接をしてみたいな感じ。へー、じゃあ PLL とかの最後とかに時々リクルートするじゃないですか、はいはいはい、あれ本当に応募してチャンスあるんですね。だからそもそも今のだって、まあ、ミスターオズマってあの前回のファンフェスで北米のファンフェスで一緒に行って仲が合って、はいはい、まあ、彼は僕が9番の結構終わり際にフォーラムに挑戦を待ってますって書いたのを見て応募してきた、はいはいはい、へー、彼も当時はまああんまあれですけど、まあ、ガリガリのなんシステムエンジニアだったんで、ゲームの経験はゼロで、そうなんですね、企画の経験もゼロです、だけどすげえな、ここで応募しないと一生食いる気がするからなるほど、まあ、結構離れたところに住んでたんですけど、はいはい、2週間後には来てた。へー、あー、熱量あったんですねやっぱり。まあでもそういう人は僕らみんなでやっぱり好きではあります、ね、あ、止めたんですけどねなるほど、そのまましてた方がいいよって。なるほどなるほど。でもそれで今そこにいますからね、うん、でもそういう意味だとほら僕も戸様で上に入って、はいはいはい、いろんなこと好きにっていうか筋を通した上で好きでやらせてはもらってるんで、うんうん、そういう風土がある会社だとは思いますよ実はスクエニ。それはイメージ違いますね、あのパッと見外から見るイメージと、うん、なんか出てきた硬そうとか、ね、うわこれやばいのが出てきましたね。これね、霜降りの塊って見たことあります？もうなんかこれ手ごねハンバーグなのかなっていうぐらいね、そうですね。これすごいな。え、これ店長これ何でしたっけ？あ、ローストビーフの元のやつ。ローストビーフ？あれ、ウニチここのローストビーフ食べてないっけ？なんか食べたかも。食べたかも。あ、香ばしくて美味しい。あのさっきのスカイツリー花火のそうちょっともうちょっと焼いた版が今の。へえ。また違ったでしょ。うめ。うまい。でかいし。あ、ついに。ついに目逆の塔が制覇ですよ。制覇しましたね。あのどっちのドラゴンをどっち側に持っていくのかなっていうタンクさんちょっとこっち側持ってもらっていいですかみたいな。まあデザイナーとかはだとちょっとやっぱ職種がすごい今の特に僕の第5ビジネスディビジョンって、はい、HD に割とこだわりがある人が多い、はあはあはあ、あのソーシャルをやらないってわけじゃないんですけど、はい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 、ソーシャルを作る人たちはいるから社内にたくさん、うん、そういう専門の部分もあるし、だから僕らは無理に手を出すよりは僕らは得意分野でそのどっちかっていうと戦えるものを作っていった方がっていう意識でやってるので、それは大事ですね。でも、うん、まあ逆にだからこそすごい細かいんですよね、うん、別れその例えばモデリングって言ったってキャラクターモデリング一つとっても単純なモデリングから、うんうんうん、そのフェイシャルやれる人とか、はいはいはい、時計とかね、そうなんですよ、違うんですよね、うん、なので基本的にはやっぱりその前がきっちりその DCC 系のツールが使いこなせて、はいはい、
スキルがやっぱりそっちはあるかどうかっていうのが求められる。あ、そっちはやっぱり技術が必要になってくるんですね、やっぱりどうしても。はい、ただそれは基礎スキルがきっちりあるかどうかの方がでかいです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。それでもどれでも言えますね、何でも言えますね、それは。あ、それはどの仕事でも。そうだと思います、ね。うん、なんか特別なものを求めてるわけじゃなくて、今 DCC ツールってフリーで高性能なものもいっぱいあるので、はいはい、別にゲーム会社に入らなくても作れるんですよ、うん、モデルって、うんうん、でそれを見よう見まねでしっかりやってるかどうかとかでも構わないし逆にアートは何だろう、あんまりデッサン力とか見てないですね。ああ、なるほど。人にない絵が描けるかどうかの方が。じゃあ若干破綻してても。ああ、そっちはね、アートは割とそうっす。なるほど、はい、へえ、そうなんですか。A 一発ですね、あっちはどっちか。ああ、そうか、なるほど。ああ、見てこれじゃダメだとなったら。そうですね、うん、この人の絵が仮にあったら、うん、例えばですけど、うん、自分のサイトに飾ってみたいって思うかどうかとか、うんうんうん、そうですね、その人にこの人の絵すごくないってこう言いたくなるかとか、はいはいはい、そっちの方が結構でかい。あ、なるほど。だからあんま年齢も関係ないし、はいはいはい、そのなんかあんま喋れなくても全然関係ないから言える範囲のね、まあ、絵で表してくれればいいから、最悪それは。やっぱりそしたらあれですか、その、まあ、基本ができてるっていうのは当然として、うん、それはもうお仕事する以上そこはもう必須ですからね。でもね、それが一番大事だと思ってて、まあまあまあ、何に関しても実は、まあね、なんか当たり前が一番難しいんですよ。はいはい、ね、それが全てかなって気が。いや、だって筋トレですもんね、そこは。いや、そうだと思います。それちゃんとやれるかどうかっていうのはだって修行ですもんね、はい。で、まあ、BG モデラーも大体一緒ですかね、きちんと。その物理的にものを積むってどういうことかなとか、あと俯瞰してみたときに、やっぱテクスチャーだけとか、まあ、テクスチャー、はい、まあ、最近じゃテクスチャーじゃないですけど、ノーマルワップから、まあ、どうやって、ここのタイルにだけこだわってても別に体験としては上がらない。はいはい、俯瞰して引いたときに、そのスケール感とか、まあ、天候も含めてですけど、絵にならないと、今の世代のゲームって本当の意味でクオリティにならないから、そこが分かるかどうかっていうのは結構でかい。ただ一番最初はやっぱり基本的にちゃんとロケーションに合わせて組めるかどうかっていうことの方が大事ですから、ね。プログラマーはもう完全にスキルです。ああ、そこはもう、もうここはでもね、僕逆にコラムにもちょっと書いたことあるんですけど、プログラマーが就職が一番楽ですよ。ああ、逆にあれですね、勉強すればいけるからみたいな。そうです、言語なんで。はい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 、一定のところまではもう完全に言語能力なので、あれは、はいはいはい、よくほら日本人って世界一英語が苦手だって、うん、はい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 、プログラムって言語なので、コンピューターと話すための言葉なので、うんうんうん、たくさんコンピューターと話せば話すほど、うん、あ、なるほど、意思の疎通ができるので。そうよく言いますね、それね、はい、英語全く分かんないし大嫌いだったし、もう高校では赤点ギリギリだったけど、うん、言語3ついけますみたいな。手挙げてプログラムはね、いけるんですよね。 あれですよ、ね、マジック・ザ・ギャザリングのイングリッシュ版はできるみたいな話ですよあれ似たようなもんなんで、あれ。いや、そうなんです覚えてるやつ、ね、そうそうそう、もうこの言葉で出てきたら墓地にしてるんでしょみたいな。本当に学生時代の英語あんなにクズだったのに、うん、MMO で海外のプレイヤーとバリバリ楽しくプレイできる自分が不思議でしょうがないですよ。はい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 、俺中学の時英語4点とかでした4点はい、しかもなんかアテストっていう、うん、なんていうんですか、神奈川県だとそれが要するに高校受験にみんなが1回やって指標になるみたいな。そうそうそう、 4点赤点ごめんなさい、江戸さん、それちなみに何点満点？50点満点。50点満点、あ、まあまあまあ、ちょっと許されたんだ。4点。確かに逆に何があってたの？選択問題で2問あった。あ、運でね、英語力関係ないやつだよね。なるほどなるほど、はい、ABCD の中から選べ、全部3番目選んでりゃどれか1個っていう。でも他の教科は、うん、全部その時は30点以上だし、うんうん、特異教科なんか5科目ぐらいは45点とかは取れてるんです。あ、すごいじゃないですか。英語だけで4点。まあ一芸だからな。オールマイティである必要はないですよね。ないないない。その時からエドラックが発動してたのかラック発動したらもっと点取りたかったんですよ。そうですね。いや、でも、はい、同じでそのプログラムは行数書けば書くほど、はいはいはい、
一定のところまでは絶対にスキルが上がるので数値化しやすいというか、うん、自分の中でこうスキルにしやすいですよね、うん、漠然としてないから。だからプログラムを仕事にするっていう意味だとその何千行何万行何十万行をコードを書いたかっていうのが、うんうんうん、初期基礎能力の全てなんで、やっぱそれを今若いうちから、まあ、中学の頃からやっぱり PC 親に買ってもらえるっていう人たちも多いんで、それが大学行ってもガリガリ書き研究 で、はいはい、でやっぱり大学院まで行って研究でガリガリ AI まで、はいはい、そのアルゴリズムまで書いてたって人たちは完全にアドバンテージですね今。なるほど。だって僕らの世代そんな風にしてコード書いてないから、はい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 、物理と数学ができないと今、うん、プログラムは。だからそれは間違いなくやればやっただけ目標に近づいてし入れるのはプログラムです。すごい真面目な話をしてるんですけども、できたんですか、まあ、この森がね、これできたんすか、ね、えなんかあれなんかなんかあれ えそれ知らない、それ俺知らない、のり来たよ、のりのりえローストビーフじゃろ、え海苔乗った焼いた炙った炙ったよ、チラッと。俺これ知らないんだけど、え乗せる、乗せていく、1枚2枚、え何これ何をしてるの店長、あわさびわさび鉄火巻きです、鉄火巻き、いやいや鉄火は鉄火じゃねえだろ、鉄火じゃねえ、うん、鉄火じゃないですね、鉄火巻き、海泳いでねえなこいつ、醤油、これ醤油垂らした、醤油巻いて食えと、ね、ありがとうございます、うわなんだこれ、えこんなん人たちのやつだ、またいただきます、これうまそうだな、見た目ほど油強くないってもう全部いくぐらい無理人がしDPS 高いですか、これアイドブレイブでいくつぐらいですかあのごめんちょっと黙っててもらっていただきます、コフミーチの感想が聞きたいわ、ローストビーフですよね、うめえ言葉はもういらない、うめえのみだ、うーん何これと、何これあの結構びっくりなんだけど、うん、本当に鉄火巻きっぽい、あ本当に、うん、本当に大トロって言われたら、うん、うって思うかも、本当にあの俺いやローストビーフはね、トンツーとローストビーフはすごい好きだからよく食べるんだけど、これはやばい、これは食べたこと、これあのいやいや、うちは俺は食べたことあるんで、食べたことないメンバーでぜひ食べてください、これはやばい、アニー先輩どうですか始まった、またこのこれしかやってない、これしかやってない確かにあんな満面な笑顔を見たことがない、見たことがない、やばいっす、うまいっす、出た、やばいっす、やばいっす、やばいっす、久しぶりに出た、これはすごい、うわ、本当にお刺身だ、そうなんだ、本当にお刺身みたい、でもあれだよね、ちゃんとその周りがローストしてあって、うんうん、香ばしさもありつつみたいな、うん、醤油とめちゃめちゃ合うね、わさび醤油がめちゃめちゃ合う、わさびが辛くないやつ、ね、いられねえわ、わさびは風味だったね、そうだよね、うん、やばいっすよねってことあっ M なんとかさんは食べましたか、食べました、あ東え、でもこれ食レポ無理じゃない、いや、うまいとしかね、これしかできないよね、ただうまい、ターミネーター2のね、T1000 ぐらいのこういうやつしかできないよねこれはやばい、え、通常のローストビーフじゃないとは思わなかった、そう、これメニューとしてはね、語彙力を失うローストビーフみたいなタイトルつけた方が、そうですね、この放送見た人もどのシーンが面白かったって言われたら、はい、まあ溶鉱炉のシーンかなみたいな、そうそうそうあのシーンが一番良かったあのシーンは泣いたわみたいな、そうそうそう、うん、すげえ、やばいこれでもね、お世辞抜きだから本当に、いやもうインパクトあるな、どれも、うん、うん、あのね、うん、確かに美味しい気がするみたいなレベルじゃない、あ、はい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 、うん、
一言で美味しいって言えるやつ、うん、まあ、あの疑いがあるなら、うん、もういいよ来なくて、混むから、うん、あ、そうそうね、めんどくさい、そうね、いやいや、だから吉田さんも他のね、あのスクリーンのバッツ連れてきてあげてくださいよ、ほんと、いや、いやか、いいかな、別になんか他のやつ連れてくるとなんか広まってめんどくさいんで、逆にね、なんか僕こう見えて意外と人見知りなんですよ、はい、それ聞きたかったんす今日それ聞きたかった、その前に1個聞きたことあったんですけど、はいはい、それは後に取っといて、はい、今なんですけど、はい、あのちょっと重たい話になっちゃうから、無理だったら言ってください。ファイナルファンタジー14、Q14 が、はい、ちょっとうまくいかないっていう感じになった時に、まあ、ちょっとじゃない、だいぶ一応気使ったんだね、うん、吉田さんのところに、はい、当時一緒にやろうと思ってた、状態だったにもかかわらず、はい、ヘルプくれって話があって、はいはい、で調査が始まったじゃないですか、はい、でそこからのその調査が始まる導入部分の理由は分かるんですけど、うん、その後、うん、なんやかんやあって結局プロデューサーなんだったら兼ディレクター、うん、吉田直樹でいいだろうみたいな感じになるわけですよね、うん、結果論で言うと、うんうんうん、それがなんでなったのかなっていう、本当にちょっと失礼を承知でもう言いますけど、はい、僕らがそのゲームのユーザーっていう意味で吉田さんの情報を調べると、はい、ウィキペディアだったりいろんな情報を見ると、はい、飛び級してるんですよ、ある日突然いきなりボーンって出世してるんですよ、はいはい、なんでやねんっていうのはずっと疑問で、はい、な何があったの、だからとんでもないコミュ力があったのか、よっぽどすごい何か能力があったのか、うん、何か分かんないけどある日突然それは俺のないやつに聞いてもらった方がよくないいやでもそれはなんでなのかなと思って、自分 なんでだと思います、いやなんでじゃなくて、そのメディアが苦手というか嫌いで出てなかっただけです、出てないだけで実は裏ではもうゴリゴリやっていたから、まあゴリゴリやってたをそのかどうかは周りの目の評価なんで僕は知らないけど、僕は別に自分がやれることは一生懸命やってたつもりで、なるほど、これどっかでも言ったのかもしれないけど、僕はお客さんはもちろん大事ですよ、はい、だけどスタッフにもう一回吉田とゲーム作りたいって言ってもらえることの方が大事なんですよ、うん、それね、それさっきの話と矛盾するんですよ、コミュ力めっちゃ高いわけですよね、その話って、あ、そうなるとね、で、なんで、だってコミュ力低いやつなんて周りのやつ死ねって思ってますよ、いつも俺が儲かればいいからお前たちは死ねって思ってますよ、それコミュ力なのそれ、いやもう、それコミュ力じゃなくない、だってな何をファーストとするかって話をした時に吉田さんは今コミュ力じゃないと、チームメンバーと一緒にまたやりたいからっていうのが選択肢に出てくるわけじゃないですか、いや違うんですよ、それは言ってもらえるかどうかです、僕が周りから、要は僕はどっちかっていうと僕がやってる仕事を最もダイレクトに見てるのは一緒に現場でやってるみんななんですよ、まあまあそう、まあまあまあ、だからもちろんその例えばハドソン時代って、うん、まあ、当時の僕はまだ本質的には分かってなかったですけど、うん、物を売るっていうことは、うん、あ違うな、新しいものを作るってことは、うん、チャレンジするってことでもある、うん、そうですね、でもチャレンジってこっちの安定がなければ、うん、安定の上でプラスのお金がないとチャレンジってできない、まあまあそうですね、会社潰れちゃうもん、それはまあそうですね、だからチャレンジして日の光が当たる人たちの裏には、うん、チャレンジを支えている他の部署で稼ぎをしっかり取ってる人たちがいるんですよ、はいはい、で僕は仕事別にどっちでもいいんです、うん、作りたいものがそんなに正直あるわけじゃないんで、うん、だから僕は頼まれればお給料もらってプロとして作ってるわけ、うん、プロってお給料もらってるっていうのがプロだと思うんで、はいはい、だから一瞬だけこう撮りたいな、それその売れないタイトルというか、売れないタイトルの定義も難しいな、まあその一般的にこうでも僕赤字じゃない限りそのタイトルは全部売れてるなんですよね、ああまあまあまあそうです、何十万とか何百万はあんま関係なくて、うん、なんか30万本目標が15万本のタイトルで15万本の予算で組まれてるタイトル30万売ったら超売れてるわけですよ、そうですね、そうですね、それはむしろそれ怒られるやつですね、そうやってやってきたので、うん、で辛いこともいっぱいありますよゲームの開発って、はいはい、だけどそのプロジェクトが終わった時に、うん、次吉田どうすんの、うんうん、まあ、僕先輩ばっかりだったんで周りが、うんうんうん、あの当時は、はいはい、お前が何かやるっていうなら
やりたいんだけどとか、うん、はい、お前が考えるんだったらその乗りたいんだけどとか、なんでもいい、それは売れる売れないとかこのジャンルこのジャンルじゃないにかかわらず、はい、一緒にやりたいって言ってもらえることが、なんて言うんでしょうね、プライドというかのつもりでやってきてたから、で先輩たちが割とメディアにもてはやされておかしくなっていくのを目の当たりにしてて、メディア大嫌いだったんですよ、はいはい、これはね、メディアの皆さんにももう正直に言ってるから、はいはいはい、いいんですけど、はいはい、もう本当に僕の大好きだった先輩たちをこんなに仕上がってみたいな、やっぱ変わっちゃいますか。いやそりゃそうじゃないですか、まあね、20代前半半ばぐらいで、はい、あの当時バブルはちょっと弾けてましたけど、はい、現バブルだけ続いてたんで、はいはい、あれであの裁量だと、うん、だと思いますよ。僕もあの時代でああだったら絶対おかしくなったと思うんで、うん、なるほど。で持ち上げだけさえしなければっていうところが結構あって、それもあって、であと自分が結構調子乗りやすいタイプなのは、ね、皆さんご存知の通りあの知ってるんで、とにかくだからそのメディアの方からの取材は全部お断りしてたんですよ、はいはい、そのプロデューサーがすればいいじゃんそれはって、まあまあまあ、うんうん、俺はどっちかというと現場で、はい、そのディレクターとして、うん、現場の人間と、うん、楽しくやれてれば別にいいから、はいはい、だからなんか取材が来てもごめんなさいって、それはプロデューサーが受けてる、うん、だ僕多分昔で唯一インタビュー記事があるのってバックボンバーマンのオフィシャル攻略本の後ろの座談会ぐらいじゃないですか俺あれエンディング迎えた後 NPC にブロックスのこと言われてへこんだんですけど君には失望したよみたいな、俺一生懸命頑張って前屈したのになんだお前みたいな、え、それどっち、ワンワンです、ワンでしょ、ワン俺じゃないもん、なんだよワン俺じゃないもん、知らんが2だもん俺、一生懸命頑張って、あぶねえシルクロースが評価があるからね、そう一生懸命前屈したのにシリウスに君には失望したよって言われました、あれは俺やめたもんだからだから、まあ、つまり、僕らユーザーが吉田さんの情報を知ろうと思ってアクセスするところっていう意味で言うと、うん、暗黒時代があるんですね、そうどこもないはず、なるほど、出てないんで、だから飛び級してるように見えるんだ、ああそうですね、ああなるほど、唯一あるのはあれじゃないですか、バトルロード時代のダリー魔界からの使者ダリーっていう、はいはいはい、痕跡があるぐらいじゃないですか、はい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 、なるほど、あの時はどっちかというと子供たちと親御さんが楽しめるように運営するためにはどうしたらいいかっていうのを考えてやってたんで、うん、だから僕とかメディアとかは、まあメディアとかはって言うとメディアの皆さんに本当失礼なんですけど、僕からするとあまり重要じゃなくて、はいはいはい、お客さんはもうあれは本当に親御さんが子供のためにと思ってやったら親御さんも夢中になっちゃってみたいな、で本当に親子のコミュニケーションツールとしてその機能し始めてたんで、うん、もうこれが嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、はいはい、だったら子供たちにとってなんか僕戦隊ヒーローもやっぱ大好き、特撮も大好きなんで、はい、子供たちに分かりやすい悪役悪者がいて、うん、だけどたまにこうなんか攻略のヒントとか言ってくれるみたいな、はいはいはい、なんかそういうのが面白いよねってプロデューサーの市村と話してて、あれももう本当にたまたま大会を視察に行ったんですよ、はいはいはい、親子大会の、はい、市村と一緒に、はい、その時のイオンのあの、あれです、フードコートで、はい、そう見た後に、はい、こうもう一段盛り上げるのにキャラが必要だなって言って、うん、その何かやろうかって話になって、はい、じゃあ俺はキャラがだるそうだからダリーでイッチはひげ濃いからジョリーでそれはそのままですよ、そのままのノリで、そんなもんすよ、そのままのノリで、うん、そしたらあの V ジャンプさんがもうそれでキャラ作っていきましょうみたいになってまあそれぐらいじゃないですか、あるの、だから僕は楽しいかどうかなんです、どっちかっていうと、はいはい、自分が楽しいかどうか、うん、プレイヤーの皆さんが楽しいかどうか、お客様が楽しいかどうかが全てで、うん、それ以外はどうでもいいですよ正直、なるほど、だから僕の情報が途絶えてるって、はいはい、まあ、暗黒って言いましたけど、はい、僕には全く暗黒じゃなくて、まあそうでしょうね、それってだって知る必要がないじゃないですか、
ゲーム遊ぶ人知る必要ないもん。その論になりますか、やっぱり、うん、そうですね、確かに言われてみれば。だってそれはさ、一緒に作ってるみんなとか、はいはい、ヒロヨウジさんとか、はいはいはい、堀井ゆうじさんとかが僕の名前を知っててくれれば別によくて、はいはいはい、お客様は知る必要ないもん。そうですね、完成されたシステムに開発者は必要ないですからね。そうなんですよ、名前はよっぽど有名な監督さんは皆さん映画でも知ってるかもしれないけど、はいはい、じゃあカメラ監督知ってるの、うん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 、でも中ではもうね、この人っていう人がいるわけですよね。撮影監督知ってるの、アクション監督知ってるの、うんうん、でもそれでいい、だいいと思うんですよ、うんうん、でもあの人が現場やるっていうなら、あの人 と一緒にやりたいって言ってもらえることの方が価値がある、はい、なるほど。からずっとそう思って仕事をしてきたところ14で、うん、これは出てちゃんと話して、うん、僕のじゃなくて、はい、机にの顔が見えないと、はいはいはい、それでも応援したいと思ってくれてる人たちが、うん、誰に対してメッセージや文句を言えばいいのかが、うん、これはね、文句じゃないですよ、メッセージ。つまり、はいはい、こうしてほしい、はいはい、もしくはここが悪い、うん、もちろん文句でもいい、はい、そのキャッチボールできる相手の顔が見えないと、はいはいはい、どうしていいか分かんないから、うん、それはここから立て直すんだったらやった方がいいだろうっていうだけで、うん、そのポリシーを曲げてというか、はいはいはい、14なんとかするって決めた以上は、うん、まあそのプライオリティ的に自分の中で出ないってポリシーがあったとしても、うん、それよりも大事なものがあったから、はい、あ、なるほど。いや、もう結果論なんですね、はい、あ、そこに関してはだから14を例えば離れるとか、はいはい、14が終わるって言ったら僕多分また何も出なくなります。あ、つまりそういうことですね、はい、うまくいってる限りはですよね、はい、あ、うん、そっかそっか。でもうまくいってる限りは出る必要ないし。そうですね、はい、なるほど。そこは変わんないっす、ね、納得いきました。煙がすごい納得いきました。あ、じゃあもうすでにその段階で14の話が出た段階でもう同じチームメンバーの中には吉田さんと一緒に仕事がしたいよって言ってくれる人がいっぱいいたんですね。そういうことだ。ありがとうございます。食べますか、食べました。まあでもそもそもあの皆川広志も高井広志も NQHQ2 人とも同じプロジェクトをやろうとしてたんで。そうですね、まあそこには前広もいたし、はいはい、なんであの今のコアメンバーはその当時からある意味新しいの作ろうぜって一緒にやり始めてたところだったんで、うんうんうん、で逆に Q14 チームはほとんどが僕、はい、初対面で、なるほど。そうなるとちょっとその次のちょっと質問というかあるんですけど、正直その Q14 チームっていうのがあって今お話だとほぼ初対面だったってあったんですけど、はい、初見も初対面ですからね。もうそれでじゃあ明日から吉田直樹だからみたいな話になった時に、はい、どんな空気感だったんですか。いや面白かったですよ正直。なんか余計なことしやがってみたいな感じとかちょっと煙たがられるじゃないけど、なんかそういうネガティブなレスポンスってのあったんですか。ああ、はい、当時は東新宿に移る前のスクリーンだったんで、西新宿のでアイランドホールっていうところに、うん、うちのキャプチャースタジオがドンってあったの、はい、でそのキャプチャースタジオを借り切ってその体制が変わりますって話を全スタッフ集めて、はい、それこそ宣伝も、はい、開発も全部集めて、うん、サウンドもですけど、うん、やったんですけど、うん、全部やり直しますって言った時に、ね、はい、ガッツポーズしてたのは初見でした有名な話ですねそれは、はい、うん、なるほどね、うん、本当にあの、うん、アイランドホールの、まあ、2階の手すり部分で、うん、僕のマイクの調整をしててくれてたんですよ、はい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 、初見たち、はい、でマイクの調整終わって、うん、あいつこうやって手すりにこうやって持たれて聞いててくれたんですけど、はい、もう一回全部やり直すぞって言った時に、しゃ来たぞってやってたのは素形です、僕見てたんで。で皆川さんこうなってたんですよね。皆川さんはその後ですねその後なんですね。ああなるほどなるほど。そこでそのコアメンバーとしてみんなに向かって話をした帰り道ですね。え、そのガッツポーズの話、その時ってまだ面識はその時初めて。ああ、じゃあ初めましてっていう段階で誰かが喋ってんなぐらいの気持ちで、うん、なんか新しい人入ってきたなぐらいの気持ちでこうやって見てたわけですよね素形さん。ただ素形後から僕聞いたんですけど、はい、別のプロジェクトで一緒にやってた若い子がいて、はいはいはい、で素形はその若手の子をすごい気に入ってた、ええ、うん、そいつが
その素研にもう絶対一回吉田さんと仕事した方がいいですよ素研さんっていうのを言っててくれたらしくて、なるほど、だから一時が万事だってさっきの話と一緒ですよ、一生懸命やっててこいつとだったら次も組みたいと思ってもらえれば、はいはいはい、だから僕そのアイランドホールで話したのも、はい、時も最後は多分この場所にいる9割近くの人は僕を知らないと思うけど、僕も皆さんを知りません、でとりあえず3ヶ月仕事一緒にしてみましょう、なるほど、でダメだと思ったら抜けていただいてもいいですと、なるほど、ダメだし、なるほど、ただ死ぬ気でやるんで3ヶ月一緒にやってやれると思ったら一緒にやりましょう、はい、っていう話をして終わったんですよそれ、なるほど、でその帰り道に皆川さんがなんてことをさせてしまったんだって、あ、はいはいはい、だから俺は一生支えるからねって言ってくれて、あ、その会社に戻った足で俺のブースのところにいきなり席を作り始めたっていう話です。やばい、泣くところのはずなんだけども、みじみはうますぎて。え、何がその、そうさせるんですかね、吉田直樹と仕事したいって思わせるんですね。いや、あの時したいと思ってたやつなんてあんまいなかったと思いますよ。いや、でも評判が出ちゃってるじゃないですか。なんか僕一緒にバスケやってたメンバーの何人かがやっぱりいたんで、それでも、はいはい、なんか彼を中心にこう、まあ、吉田さんだったら大丈夫だってって言ってくれてた数少ない人たちと、うん、なんか3分の1ぐらいはえ、マジで続けんのって、まあまあそれあるでしょうね、それは当然で3分の1ぐらいはお前本当殺すぞみたいな、まあ、あの、そこにいるやつそうなんだそうなんだ、おっとそこに繋がってきた、あったんだ、ものすごい笑顔でこっち見てます、あったんだ、ヘイト高い勢だったんですね、そうだったんだ、兄先輩はそうでしたね、へえ、ものすごい笑顔ですけど、うん、あの一緒にバスケはねやってたんだけど、あ、仕事上の付き合いはなくて、あ、で兄ってとても義理堅い人間なんで、そうですね、あの体制を変えるっていうことに対してすごくこう不満を持ってたらしくて、だから僕結構壇上で話をしてるんですけど、もう視線がすごいわけですよ、本当お前ちょっと今すぐ裏っこいみたいな、なるほど、え、なんか草木が出てきたけど葉っぱ、これこれ、はい、トンツー名物、あ、フミイチが絶賀したやつです、レバーが美味しいお店って美味しいんですけど、はい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 、美味しいんですけど、はい、その美味しいレバーの格が違うやつ、極版ですこれそうだよね、極レバーだよね、極レバーです、うん、これ、これはね、ぜひね、一回ね話を止めて、もう肉食ってくださいぐらいのところですね、はあ、まあレバーはね、軽く、はい、まあ炙ってこう、ね、いいですかね、うん、ありがとうございます。これたまらんですよ。いただきます。いただきます。このレバーは食べたことないはずです。あのね、じゃあまずね、まずね、話を聞く。わら、はい、いぶした、はい、そのいぶしの香りが来た後で、はい、後で広がるこの。はい。明日日曜日？日曜日です。明日来た方がいいよ本当にレバーって苦いじゃないですか、うん、そうね、うんうんうん、1ミリも苦くない、あの私どっちかっていうと内臓苦手な方なんですよ、内臓系 のホルモン系が、だけどここのレバーはもうそれ関係ないです、あのね嘘なんで、ね、食べに来て、うん、なんかねお前が言ってることじゃなかったってさ、俺が払ってあげるからもうね、やばい、いいよそれぐらい、うん、うわ、これはねおかしい、うんうん、あのね見ただけじゃ分かんないよこれ、食べないと、これだってこの放送とか、うん、このためにスペシャルで出してるわけじゃないですもんね、普段からやってるんですよこれね、若干切れ気味に普段からやってますこれがうちのクオリティなんで、はい、みたいな、で僕でやってるとだけですよだけ、うん、だよね、そうそう、まあ、あれもスカイツリー花見自体はちょっと待って、ちょっと待って、コメント吉田のおごりだってお前らおかしいからおごるとは言ってないだろ、食べてみて違ったって言われたら、うん、払って差し上げますよ代わりに、いやでも本当にやっと連れてこられたっていうのは非常に私としては良かった、俺はや
やばいですね。お肉をね、焼肉食べるとちょっとこうお腹が痛くなるとか緩くなるとかって話をよく聞くんだけど、ここはないっていうのが有名だね。それが、うん、油がやっぱりすごい店長が気にしてるので、うん、もたれないようにっていう。ジャンルとしてくくっちゃうとちょっと失礼かなっていうぐらい、なんか焼肉屋なんだけど、そう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 、もう兄先輩、兄先輩、兄先輩どこ行くの。何がお手洗いに行くために画面の下を横切ります。そして必要ないところまで這いつくばっていたの。テンション、テンションマックスですね。でそう、テンション高いんだよね。テンション高いです。だいぶ高いです。ね、あの壇上から見た時のね、あの下から見上げる感じのね、兄は怖かったですね。そうなんだ。いやでも、もうただでさえとんでもない状態で、もうなんか良くない感じの空気が渦巻いてるわけじゃないですか。そんな中、まあなんかある種もっと頑張れじゃないけど、なんかこっからだぞみたいなことをバッと言われた時に、なんかそれで。よしやるぞって奮い立つっていう方が僕はなんかすごいなと思うんですけど、だからそのどうなんだっていうリアクションしてる方が自然だなっていうぐらいの。だから面白くしなきゃいけないなと思って、開発自体が面白くなきゃダメだなと思って、なるほどなるほど。でもどうしちゃったらいいだろうっていう時に、でも問題それってある意味なんだろう、先を考えるとちょっと逃げだったんです、あの時期。現実をとにかく見なきゃいけなくて、だからまあひたすら調査をしてって、うん、でまあ12月28日にその全コアメンバーが集めてきて1万行ぐらいのリストになった時に、うん、まあ、ちょっと有名なあの1キャラクター負荷あたり1フラワーポット事件っていうのがあって、ああ何すかそれ。あのグリナニアの今でいうカーラインカフェの前にあるフラワーポット花瓶、はいはい、花瓶というか花のこう器があって、プランターみたいな、そうそうそうです、プランター、あれがですね1キャラクターと同じ描画負荷がかかっててあれ1個でですか。はい、それはね、それはね、なるほど、これはね20体しか表示できないよ。なるほど、9ですよね、9です、9です、なるほど。これも僕ね、ゲームデベロッパーズカンファレンス、あのサンフランシスコで行われる世界最大のカンファレンスで、はいはいはい、まあ、講演したんですけど、その時に1フラワーポット1プレイヤーキャラクターっていう時の爆笑がすごかった会場だからあんなに重かった、オーマイガーっていういやすごかったですよ。俺それ勉強不足だ、知らなかった。シェーダー200本ですよ、シェーダー200本シェーダーがそれに200本かかってるんですよ、プログラム。本気の仮面がね、リテイナーマネキン街が起こるわけですわ。まあ、このプランターで人増えないだろうって謎のところにディティールにこだわってしまった結果、すごかったですもんね。なるほど、リムさんだって全部つながってたし、いやだから、うん、たまに最近でも吸盤の方がくっきれいだったっておっしゃる、それはまあね、方いるんですけど、はい、それはそうですよ、それはそうですよね、うん、当時20万円を超える PC でも動かなかったんですよ、はいはい、そうですねそれで僕だってそれで作ったらもっときれいになりますよ、うん、いやだからそのまあボタンの掛け違いがやっぱ多くて、うん、はい、そうですね、まあ、それらを全部なんとかしなきゃっていうのと同時に面白くないとなーって思ってた時に例のほらメテオをちょっと正月にインスピレーションが、そうですね、あのマヤ歴の特番を見てたら、あーなるほど隕石か、そういうのメテオあったなっていう、そういえばメテオあったあれエオルセアにもう一個月あったよな、そういえばあれ落ちてきたら面白いか、パッチでちょっとずつこう近づいてきてて、うん、こっちはアナウンスしなければ、うん、あれなんか近づいてない、あれ、はいはいはい、もしくは大きくなってないって、はいはいはい、最初はそれでいいかなって、うんうん、でそれがだんだんシナリオ上その少しずつメテオ計画って話が出てくると、うん、えまさかあれがってなって、うん、でもそれだともう作り直すって発表してるから予定調和なんで、そうですね、そのままじゃなくもう一個裏を書く、うん、その中からバハムとかっていうのを、はいはいはい、でもあれをでも最初に話したのが配線変更の話をした1ヶ月ちょっと後ですか、1月、うん、年が明けての1月12、3日だったと思う、うんうんうん、でもあれで結構やっぱり変わりましたよ、空気変わったんですね。あ、まあ、なるほど。明確になんか14ってこういうゲームを目指すよっていうのと、はいはい、こういうことやるよって言った時に
まあ、明確に面白いって思ってくれた人たちが結構いたんで。なるほど。それでちょっと空気が変わりました。そうなるとじゃあ一回その状態で変わってさえしまえば後の爆発力はすごそうですよね。なんか要はこうなんだろう、ジャイアントキリングじゃないけど、こうどん底からのこう何逆転劇みたいなところを今から自分たちで演出するんだって考えると、いやでもね、あの時点であそこまで、そこまで想像みんなでき、僕も含めてですけど、こんな状況は想像できてない。ああそうなんですね。どっちかっていうと面白いから一個ずつ丁寧にやって、うんうん、ああなるほどっていう感じだったと思いますよみんな。じゃあ結果論なんですね。一生懸命一個ずつの問題をそれぞれ今できることっていうので解決していったら結果こうなった。その大改革するためにはそのための礎を一個ずつやっぱレール引いたり、うん、石をどけたりっていうのをしないとスピード出ないんで、だから最初の半年以上はそれになるよって話も、うん、正直にして、うん、まあそれでも一緒にやっていこうぜって話だっただけかな、うん、で逆にその兄先輩ってちょっと違う部署、関連だけど違う部署だった、はい、ところには正面から乗り込んでって、はい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 、いやあのね、正直その状況で後から入ってきてやり直しますって話をした時に、当然他のメンバーとバトルは起こるだろうなと思うんですよ。そうだよね、いや起こりますよ、ね、ですよね、うんうんうん、なぜ多分まあ覚えてると思うんだけどなぜダメだったかをホワイトボードに書いたんですよ。はいはい、俺が、はいはいはい、このタイミングで、はい、もうありえないでしょ、はいはい、いやもうなんか正直にぶつ変わるしかないと思う。そうですね。で、良かれと思ってやったのは知ってるけど、うん、俯瞰して見えてないじゃんっていうのをホワイトボードに、もうあれね、生涯でもね 1,2,3 年あるぐらい結構しんどかったですよ、精神的なのが。言う方が大変ですよね。言う方が大変だよ、うん、で、まあ、全部説明をしたのはしっかり聞いてくれてその場にいた人だし、でも最後部屋出てくときに言ってることは分かったけどよ聞こえてきたんだ。言ってることは分かってるけどよ、俺らだって一生懸命やってきたんだようわ辛い、それマジでそれ辛いな。何先輩が、えちょっとごめん、マイク貸していい、こわいけるんだったらそっちの話聞きたいわ、こわそりゃ頑張ってやってますね。開発にはどんなあんだろうよって言われてまあそうっすよね。もうちょっとこっち来てもらったらいいな今だからこそ笑って話せる話よね。ねえ、当時はもうバチバチ。これでもそんなにね、すぐだよね。その後別に笑って話してたんで。割とすぐです。すぐだよね。はい、はい、割とすぐでございます。割とすぐでございます。はい、最初どう思ってたんですか。あ、ファイナルファンタジー14の宣伝をやっております、あの白杉と。ああ、どうも。皆様はじめまして。よろしくお願いいたします。どうしても大丈夫なんですか一応。いやまあまあ声だけ出演でお願いいたします。大変なんで。当時ですか。当時そのあの例のその西新宿のホールで吉田さんが登壇して。ちょっとすみません、お酒が入っているので整理をしながら話させていただきます、はいはい、危ないのは気をつけてくださいね。あの率直な感情で言うと、はい、あのバスケをやっている、はい、気のいいお兄さんという印象だったんですよ、吉田さんに対して最初はね、はい、当時はね、それしか逆に言うと情報がなかったんですよ、はいはいはい、ドラゴンクエストを作っていることは、うんうん、あの知っていたんですけども、で、あの、まあ、当時僕もなんか病にかかってたんですかねいやいやいやあれは病あのいやちょっと、まあ、あの吉田に FF が作れるかみたいな。あーでも、まあ、正直あるで、それはあるでしょうね。これ本当に素直な気持ちです。作ったことがない人がやれるはずがない。それは当然だと思います。僕勘違いです、うん、あ先に言っときます、勘違いでした。あなるほどそれは勘違いだったんですけど、はい、あの当時のだから僕は浅はかだったんですけど、僕の見立てではそうなっていました。なのでさっきの吉田の話につながるというか、殺してやるみたいな気持ち目線だったんですかね。いや殺してやる、これすぐにアーカイブ残るんですよ、大丈夫だよ。じゃあまずいですね。なぜ、いやじゃ当時の上司に僕はあの思い入れがあって。そうだよね、だから急に説明も何もないままあったので、はいはいはい、それがあの
納得できなかったっていう。まあそれはそうですね、うん、ことです。なるほど。でもね、その前にフォローしとくけど、社長室に怒鳴り込みに行ったのよ、この人。やり方が汚いって言って。ああ、なるほど。トップダウンやめろみたいな。ああ、はいはいはい。そしたらね、当時の社長にね、もうお前もう一遍行ってみろって怒鳴り返されたって。すごい言われました。びっくりしました。勢いに任せて言ったら、お前もう一遍行ってみろって言われた。なんか、ね、かっこいいんだけど。すごいバトルだな。それぐらい男気があるんですよ。あるそういうことですよね。だって行かないですよね。ああ。直談判しに。いや、だから宣伝もやったことはないんだけど、はい、それだけモチベーションがあって、うんうん、そう、まあ上司にも恩があるっていうなら、モチベーションあるやつに俺のゲームは宣伝してほしいから、はい、お前宣伝やらないかっていう話をした。なんかそのベジータみたいな。そうなんですよ。それを言われて、僕宣伝やったことなくて、はい、F にも思い入れがあるから、うん、やれるはずないじゃないですか。 FF の宣伝なんて未経験のやつがやれることじゃないと思っていたので、お断りしたんです。なるほど。お話をいただいた時に、でその後1週間ぐらい経ってまた改めてその話をした時に、いや俺だってプロデューサー始めてたんだから、お前が宣伝やるの別に大丈夫だよなんかいう話を言われて、で僕はそこで納得して分かりましたと言ってしまったんです。なるほど。吉田直樹はあのワンピースルフィ説は嘘じゃないですね。まあそれはそうかな。まあそれはそうかもしれない。うっせえやろうみたいな。うっせえいいぞやるぞみたいな。え、漫画にしまう、仲間だドンっつって小田さんに書いてもらいましょう。まあでもやる気がなくて沈む人より経験なくたってそのプロジェクトのことやその周辺が好きで一生懸命やる人ってやった方が結果は良くなると思います。そうですね、確かにね、やる気の問題だけど、ね、僕から1点だけあの補足というか、はいはい、すいません、あの、はい、言わせてもらうと、あの、あ、それ大丈夫な、あの、いい情報です。いい情報かどうかなんですけど、あの、いや、本当に吉田にできるはずないって、まあ、小さな僕が吉田を見て、体大きいですけど、何もできない僕が見立ててたんですけど、いやでも本当にさっき吉田が言いましたけど、あの時の当時の吉田って、まずこれ大丈夫かな、あの開発にとりあえず休めって言ってくれたんですよ、全体会で。あ、はいはいはい、書いてあります、本人大丈夫です、みんな疲れてるから一回休めって、うん、その間ずっと働いてたんですよ、うん、つまり、ね、まあ、申請の計画があったかどうかちょっと僕分かんないですけど、うん、はい、まあ、なんとかしなきゃっていう気持ちで、うん、冬休み返上で働いてくれていて、うん、でその時は僕はそのことは知らなかったんですけど、うん、そのホワイトボードの下りとか、うん、その後、まあ、予算の話とか僕たまたまする機会があったんで、はい、そういう話をしていく中で、あ、この人口だけじゃなくてガチでやろうとしてんだと思って、それはねめちゃくちゃ逆に本当嬉しかったです。ああ、なるほど。あ、口だけ番長じゃないんだって、はい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 、本当に口だけ番長に見えるからね。若干チャラいじゃないですか。正直チャラいだから、ね、それはね、俺常にそうなんですよ。口だけ番長に本当見られるんで、ちょっとしょうがない、それは。でも俺らからするとね、もう知った段階で、いやすごいいろいろやってる人だって思ってたから。いやでも、うん、それこそその話にちょっと関連するとすると、ゲームユーザーからするとですよ、うん、本にも書かれてましたけど、うん、ファイナルファンタジー14新しくプロデューサー兼ディレクターで入ります吉田直樹です、誰みたいな、そっから入りますよね。そこは感覚的には分かりますよ、すごく、うんうん、そうね、誰、社内ですらそうだもんね、だからね。大丈夫ですか、熱が、ありがとうございました。マイクが返された、ありがとうございます。すごい青春してる、はい、すげえ、ほんと、あれですよ、あの光のお父さんの次のドラマ化しようよ。そうですね、これ、うん、光の吉田さん。まあでもな、あ、ほんとだ、放送的には2時間経ちましたね。まだあれですけど、ちょっとまだこれ締めの肉の、あれですね、 EX ってやつかな、はい、締めの肉っていうかあれか、じゃあ時間もあれみたいなんで最後にこれだけ聞きたいなっていうのがあったんですけど、うんうん、今回この放送が始まるっていうのにあたって、うんうん、要は14だけじゃなくて日本のいろんな、日本だけじゃないけどいろんな企業の
復活劇っていうのをちょっとリサーチしてみたんですよ、はい、でいろんな会社がうまくいかない時期があって、そこから誰が入ってとか何をして V 字回復っていうパターンをいくつか見たんですけど、どの会社さんも同じこと言うんですよ。大事なのは2つで、1個はお客さんの声を聞くことと、もう1個はメンバーのコミュニケーションを取ること、メンバーとっていうのを2つ言うんですけど、やっぱりそれって14にも同じように言えるっていうことなんですかね。当時申請する時のスタッフって9割9 14のスタッフなんで、ああそっかそっか。だからやっぱり僕つくづくスクエアニックスって運とちゃんと実力のある会社だと思ってて、はいはい、それだけのやっぱり人たちがいて、ただ噛み合わなくなるとやっぱり世の中も、はい、どんなに個々の能力があっても全く異なる結果が出るんだっていうのはすごい思いました。それね、誰かが悪いじゃなくて、あの当時の会社の全ての悪いところが大手に集約してしまったんだと思ってて、なるほど。だからいつもこれは言うんですけど、誰かが悪いじゃなくて、僕はもっと内情知ってるからなんですけど、あれは誰かが悪いじゃないですね、絶対。だから余計やる気が出たんです、腹が立ったというか。ああ。反骨精神ですね。じゃあもうその話をいただいた時に吉田さんが やれるはずだっていう確信みたいなのはもうすでにあったんですね、最初から。いやでもあの当時はちゃんと調査をして、その1万行のリストが出てくるまでは3ヶ月半ぐらいである程度いくだろうと思ってたなるほど。ただフラワーポット事件を知ってもうダメだそれどころじゃないって。いやほんと Q4T やってると分かるよ、どれだけ変わったのがすごいか、システムの根幹がなぜかユーザーインターフェースプログラムのに描画がくっついてたりしてて、なんでこうなったの、UI ひどかったって散々言われてましたよね、あれは。でもみんなが良かれと思ってなんとか作らなきゃってした結果、ああなったんだなって。それもやっぱり調査したから分かることなんですよ、はいはいはい、外野でさらっと見てゲームだけを見たんじゃなくて、ソースコードも追ってもらい、描画も追ってもらい、そのツールも追ってもらった結果、あ、これはみんなで寄ってたかってなんとかしようとした結果、しかもみんな腕がいいから、はい、なんとか動いちゃう。ああなるほど。ああ動いちゃうか、ここが良くないんだろうなって、だからやるのはシンプルで、何を作るかを明確にした上で交通整理を全部かけて、はいはいはい、交通整理した上で今のものがどうにもならないなら、全部作り直せばいいんじゃないっていうシンプルな、まあ、エンジニアなんで。すげえな。あとは会社がその全部の作り直しを承認するか、ある程度パッチ当てで、はいはい、ある程度の期間で締めるかをジャッジすればいいんじゃない、はいはいはい、ただここである程度の期間で締めるって選択肢を取った場合、失ったそのロスはこのプロジェクトに限らず向こう10年は続くと思うけどねって、まあ、これはどっちかというとプレゼンの妙ですよね、はいはいはい、あのどっちかというと作り直したかったんで、はいはいはい、それを選ぶと大変なことになるんで作り直しを選んだ方がいいですよって誘導尋問的な、もうあるっきりやり直すとは思わなかったですからね。でやれんのって聞かれたんで、やれますよって。あ、それはもう覚悟ですよね、どっちかというと。それじゃなくて僕が調べてて思ったのが、やれますよっていうか、多分吉田さん やれるまでやったんだろうなって気がします。多分そのさっき想定よりもちょっとかかっちゃったじゃないけど3ヶ月で終わると思ってたって話をしましたけど、要は3ヶ月で終わんなくてもやれるとこまでやったわけじゃないですか。まあだからなんかそれってある種必然だったっていうか、なんかもうそういう覚悟があったんだろうなっていうのはちょっと僕は思います。でも、僕は本当にそれこそあのコンティニューさんのインタビューで書いたと思うんですけど、やれるその自分がその業界でのし上がりたいっていうモチベーション当然ある、はい、それは表に出る出ないじゃなくて、俺は今業界のどの順位にいるんだろう、っていう中で一つでも順位を上に行きたいと当然ある、はい、で、まあ元々大好きだったドラケエにも携わらせてもらって、今回、まあ、ちょっと元気がないというか壊れかけてるけど FF を好きにしていいって言われる状態で、はいはいはい、しかも自分がずっとプレイヤーとしてやってきたオンラインゲームでもあり MMO でもあるから、ここでかけなかったら何のために、むしろお膳立てされたとしか思えない。なるほど。
なのでもうフルパワーで、はい、僕だから本当自分サボってたんだなってちょっと思いましたもん。あ、まあ、なるほどね。でもあのパワーは2回は出ないですね。あ人生であの怖さを知ってしまったんで、うん、あそうかそうかそうか、はいはいはい、うまくはいきましたよ。勢いでやったところもたくさんあるから、うん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 、でもこれあれを経験したことによって怖さを知ってるんで、うん、多分余計な判断のための材料が増えすぎましたね今。ああなるほどなるほど、だからあれは1回きりだと思います。はあ、はい、ちょうど肉水が、肉水 DX ができました。肉水ってあれ今日は卵入れないやつですか。入ってる、あ入ってんだ、うん、違う感じ、卵黄がね真ん中に入ってる、盛り付けだけ違う感じで、もうねこの出汁だけを売ってほしいんですよ。ほう、本当にかき混ぜて食べる感じ、かき混ぜて食べ る, 食べるスープをまず味わっていただいて、もうなんか向こう側のテーブルも早くも食ってね、声がおかしな吐息が漏れてる、ね、そうなんかねあのはってなってて気持ちいい声が聞こえる、うん、これがね出汁が本当にうまいんですよ。最初はねかき混ぜなくてのあのちょっと味わってからかき混ぜちゃったり。わかる。ああ出汁だけそう巻いた、うん、で卵をかき回した時にまた味が変わるんです、うん、すごいの。江戸さん宣伝部長みたいになってるけど今までいやとんつう生放送はもうこうなるんですふって言った笑った味がまるっきりまた今度甘さの卵のあれが入ったことによってこれね嫁さん出してきたら絶対分かれないやついないけどねスタッフ笑いすぎだから吉田さん恋愛事情はどうなんですか急に突っ込んだもう時間的には確かにねもう最後の最後デザートみたいな感じ、デザートだから、うん、なんか誰に言ったの、好きな人とかいるんですか。あ、俺に言ったの。そうですね、吉田さんって言ったじゃん、うん、もうすぐバレンタインなんですけど、あ俺光の戦士大好きだでも冗談なんですけど確かに14と結婚してる感ありますね。うーん、あーうめえ。どうなんだろうね、ここまでになると思ってなかったからな当時。例えばファイナルファンタジー14あと5年10年何年続くか分かんないですけど、うん、吉田さんの人生14だけってことにはならないと思うんですよやっぱり、うんうん、そうなった時にそのやっぱりここまでイコールで結ばれちゃうぐらいなんか絆があるタイトルってもう他に 出るのかなっていう。でもそれ言うと俺は正直バトルロードシリーズはもう一回やりたいんです。うん、あんな親子がロードムービーのように大会出場枠って結構小さくて、うん、大阪から北上しながら各会場の大会に抽選に夏休みの間ねお父さんと息子さんでね旅をして大会を巡って、うん、それで勝ち上がってね優勝した親子がいるんですよ。うん、あれを僕生で見れたのはもうガチ泣きしてて、はいはい、勝った時に、うん、あんな体験させてもらったのは、うんうんうん、ああいうのを作りたいですね。なんか、僕は別にバトルロードにこだわったわけじゃないですけど、はいはい、なんかああいういいんです、なんか多くなくても別に、うん、まあ、あの当時のでも親子には相当インパクトは作れたとは思うんですけど、うんうん、なんかそういう風に、でもそれってほら流行ってないとそうならないっていうところもあるじゃないですか。そうですね、だからそこはなんか別に法廷に限らずですね、うん、やれたらいいなとは思います。そうするとじゃああれですね、もう見てる皆さんももうお分かりかと思いますけど、吉田さんもこれからもいっぱいいっぱいいろんなことやってくれるんだろうなって、やりたいこといっぱいあるんだろうなっていうのは分かりましたね、うん、でもねやりたいことってやりたいんだよなだってやれたらいいなんですけど、はい、いつやるかは何も定めてないから、まあ、まあそうですねとりあえず死なないでくださいって店長が言ってました。内臓弱ってそうな顔してますっていう。マジで。すげえ説得力ある。
内臓のプロだぞ。毎日ね、内臓しか見てないよ。内臓弱ってそうとか言われたんですよ。だからね、俺一応ね、うん、なんかちょっと最近あれかなと思って来週急遽ね健康診断入れたんですよ。嫌な予感がする。これあの俺ほら同い年だから分かるんですけど、ここで健康診断をやって何が出るかがすげえ怖くて行きたくないっていう。はいはいはい、そういよいよ出ちゃうかもしれないレベルに。出ちゃう可能性があるから。あれまだ何か来たっけ。あれ何か、で何が来る。デザートじゃん。デザート甘いものが苦手だっていうのは分かっちゃうんですけど。あれ甘いもの苦手だと吉田さんが分かってるけど何か出す。何薬の後、何オズマ。オズマだ。オズマ来たよ。あのマーカーつけるのになぜマーカーの方に行かないで隕石受けるんですかね。オズマなのね。あと落ちるからねこれ。落ちますね。来週行ったら、はい、デザートがオズマって難易度高いなこれ。高いですね。なんだこれ。でもあったかいデザートなんかな。なんだろう、焼きリンゴかな。でかなんかいっぱい。夢うまいや、これは出汁やばいですよね。この肉水、通常の肉水はあのなんか長いちょっとカルビが入ってるんですけど。そうなんですよ、柚子がね。うん、まあ、そうなんかね、たまないですね。肉水 EX というやつです。肉水 EX も肉水も通常メニューでございます。明日頼みます。例えばですよ、うん、今回14どん底からの大逆転みたいな構図が客観的にあるじゃないですか、うん、もし誰かにうちグダグダなんだけど吉田直樹パワーでバーン行かせてくれねってもし言われたらどうします。面白かったら考えます。できる自信もある。ある程度こうメソッド化したというか。あーでもそれはないかな。あーケースバイケースなんですね、そこ。だってそれって蓋開けてみないと分かんないじゃないですか。確かに、うん、何でそうなったかは、うん、多分ケース本当にケースバイケースで、うん、蓋開けてみてやっぱり調査をして、うん、アドバイスは多分できますね。はいはいはい。あもうこれ多分ゼロからやり直した方がいいですよなのか、うん、ゼロからやり直す、めっちゃ説得力ある。ゼロからやり直すプランを提示すると思うんですよ。はいはいはい。いっぱいありますね。要は2年で終了するプラン、うん、うん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 、今すぐシャットダウンするプラン、うんうんうん、でなんとか粘りたい、この事業、このその収支っていうかその思いついた発想は、うん、意地でもやり通したいと思うなら、うん、こういう方法で全部、はいはいはい、そベースを取り替えましょう、うん、方向は同じだとしても、なるほど、っていういくつかを提示して、その会社さんとかそのプロジェクトの都合であとはチョイスをしてくださいまでじゃないですか、ね、あーなるほど。コンサルになっちゃうんじゃないですかね。あそうですね。で提示したプランで選択していただいた上で、あとはその陣頭指揮をお前が取れって言われたら、うん、また別のことを考えます、はいはいはい、要は僕がその戸ざまで入ることが、はい、果たしてそのプロジェクトにとってプラスなのかマイナスなのか、うん、いやいい人いるじゃないですか、この人に多分それを託したら、はい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 、もっと僕が入るより効率よくいきますよ、うん、だからこの人の権限を与えてこの人をサポートするチームを作ってやった方がいいんじゃないですか、うん、多分そこはできると思います。なるほど。なんかもうヒーローですもんね。それは分かんないです。ユーザーからもそれは分かんないです。いやなんかやっぱりあの多分これ結構ボロクソやられてますよ僕。いやでもこれは良くも悪くもかもしれないですけど、こう子供たちがね、子供たちっていうレベルじゃないですけどね、ファイナルファンタジー14になっちゃうと、うん、大きい子供たち、こう大きい子供たちがゲームの仕事やりたいなとかゲーム業界いいなって思った時にやっぱり、うん、吉田直樹ヨシピってキャラクターってすごいキャッチーで、そう、ね、めちゃめちゃカリスマ性が高いわけですよね、うんうん、俺もプロデューサー兼ディレクターやるみたいななっちゃってる、なっちゃうかもしれないっていう。そう、本当にやめた方がいい。本当にやめた方がいいよ。これは本当に冗談抜きで言いますけど、うん、本来プロデューサーの役目はプロデューサーっていうものの役割業務に対して1人月フルでかけて成功できるかどうかだと思う、まあ、まあそうですね。でディレクションも同じ、うん、プロデューサーの言ってることも知るかと、うん、予算範囲内は分かってるはいるけど、うんうん、どうやって作品性を高く保つかだけを考えるべき、はいはい、ただ予算を忘れるディレクターは俺ディレクターとしてもないと思うので、うんうん、その本来は全く別で立てて、うん、その2人が
取っ組み合いの喧嘩をしても仲がこじれないぐらい仲良くやるべき、ある意味、はいはい、それがベストなのは間違いないです。 あの時はそれがいなかったし、プロデューサーが仕事やる仕事があんまりなかったから、あ、うん、それどころじゃなかったところがあるんですね。そうだから権限を全部吉田に集中した方が早いっていうのでそうしただけで、あ、じゃあ間違ってその字面だけでね、その方が早いとかそういう理由でっていうのは勘違いしていかんっていう、ね、一時期若干ね流行した気がする。 ですよね、あれはね本当やめた方がいい本当やめた方がいい、できるわけないし、うん、無理無理、あれは特殊事情だから成り立ってるだけです。なるほど。なるほど。何にもいいことはないですよ。なるほど。だって僕だって今プロデューサーっていうところもそうだし、ディレクターっていうところも、はい、本当に周りのスタッフに、うん、なんだったらプロデューサーの仕事の 50%、はいはい、ディレクターっていう仕事の 50% をそれぞれスタッフが支えてくれてるから成り立ってる。うん。一人でやってるわけじゃないもはや。なるほど。それはそういうその特殊事例によってそういう特殊なシステムが出来上がってるからなんとか今成り立ってるだけで、うん、あれを真似するのは本当にやめた方がいいです、うん、できるわけがない。だってそれぞれ 100%、120% それぞれの人間がやった方がいいに決まってる。でも例えばですよ、そのものすごく軽い目線でね見ると、うん、プロデューサー兼ディレクターって響きがかっこいいじゃないですか。え、バカじゃないですか、そんなかっこいいって思う人がね、思う人が出てくるかもしれない。俺だってさ、俺なんだったら、うん、俺なんだったら、うん、名刺交換するときにプロデューサー兼ディレクターの吉田ですって言わないもん。なるほど。スクエアニックスの吉田ですって。ああ、そっかそっか、恥ずかしくて。恥ずかしくてなんだ。プロデューサー兼ディレクターって、ね、真顔で言ったらバカですよ。なるほど。え、黒歴史的な意味でってことですか。いや本当に中二病っぽくない。まあでもその中二病に憧れする世代っているわけですよ。もう出演、構成、演出、台本、俺みたいな役者。いや、でもそれは俺ね、不明じゃん、それ不明のことじゃんかよ。若気の至りはありだと思いますよ。だけど、あのね、若気の至り、なるほど、何百万ぐらいまでの投資にしといてくれって話で。なるほど、なるほど。あのね、数十億使うプロジェクトね、やることじゃない。なるほど。あ、まあ、そうね、予算感はありますね。あとね、やってみてね、転んで責任取れる範囲だったら別に やればいいんじゃないですかと思うけど、責任取れない範囲でやることじゃないな。いやでもね、あのね、プロデューサー兼ディレクターっていう響きがもう一人歩きしてるんですよ ね、 もうね、よくない。アチーブメントですからね、あれ。よくない。もうだ、もうとりあえず口から何にもいいことない、やってみようみたいな。何にもいいことないから、マジで。ほんでこの本とか読んで、なんかそっちの方が早いとかいいらしいから、それもいいんじゃないみたいなっていう側面が僕ちょっとあるのかなって思ってて。いやね、ほんとね、やめた方がいい。なるほどね。あれができるのは日野さんぐらいじゃない。そうするとですよ、逆にそれができてしまってる自分にヒロイズム感じちゃうみたいなことあるんですか。それはないですね。だからさっきも言ったように、うん、僕がプロデューサーとして足りないところは、例えば予算を一つ一つの感情項目に対して細かく見て、うん、なんでこんなにこの年、この例えば機材費に対してこんなに積む必要があんのとか、うん、これってプロデューサーの仕事なんですよ、はい、プロデューサーって予算をガラス張りにするのもプロデューサーの仕事なんですよ、はい、例えば宣伝に対して何なのこのイベント費って、うん、いや、まあ、イベント費は最悪分かった、うん、じゃあこの金額は何の根拠でこの金額なの、はいはい、そこまでやっぱりやってはいないですよ今。うーん、なるほど。でどっちかっていうとやってるでしょって言われてる、やってるでしょって言われてますよ。いやいや、吉田すげえみたいな感じで言われてますけどね。マイクいる？マイクいる？マイクいる？違う違う違う。吉田さんのマイク取れちゃった。違う違う違う。俺がやってるのは、俺がやってるのはそこまでじゃないじゃん。このタイミングでこのイベントやる必要があるのかまでは言うんだけど。ああ、はい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 。じゃあこのイベントって新規プレイヤー獲得のためにやるイベントなのか、うん、既存プレイヤーのリテンションのモチベーション上げるためにやるのか、はいはい、だとしたらこの予算配分の、うん、まあ、例えばそれが2000万だとしたら、うん、どっちに何パーなんだっていうところは言いますけど、うんうんうん、まあ、そこから下の感情項目まではまあ当然詰めませんので、うん、なるほど、まあ、そういう次元。あ、なるほどね、うん、みんなに支えてもらってるからギリギリやれているけど、うん、あ、そうですよ、自分としてはもういびつな状態っていうのを認識はしている。いや、間違いないですよ。ファイナルファンタジー14っていう、はいはい、その特殊な例に対応するためにやってるだけで、うん、
まあ、本来、まあ、正常ではない次のプロジェクトとか、うん、新規で作るものでもしそれをやってたら、うん、バカのすることだと思います、ね、なるほど、はっきり言いますけど、それをね、ゼロからやるときにそれを採用するやつはバカだと思います、はいはい、なるほど言ったちょっとアチーブメントすげえかっこいいけどちょっと狙わない方がいいって、ね、いやだから日野さんぐらいですってそれできるのはレベル5の日野さんぐらいです あの人あの人の会社だからそうですいいですまあまあまあ、ねうん、で本当に徹底するからはい、いや全てを投げ打って徹底しなきゃできないんですよ、うん、でもほとんどの人にそれはできないので、うん、無理ですよなるほど日野さんは本当にすごいと思いますそれでザートはできたんですかできました、ちょうどだ、まあ、ちょうどして放送時間的にはオズマ中身行くと別の世界になっちゃってますよね、きっとねそうだよ ね飲み込まれ飲み込まれた、何パンあえで、出たパントンツーで出てきたパンはやべえハニトーとはってことやべえ説これなあで確かにね、ガンダムエンジンは許されないな面と向かって言ってないけど俺傷を破ることになるんだなるほど全部見ましたよえ僕も見ましたよ小説も読みましたよ今エイジって単語を見たのが俺良くなかったまあだからそれあれですよねだからレベル5日野さんすごいな僕もすごい見ててすごいなと思うんですけど、うんうん、僕大好きでしょ妖怪ウォッチとか、うん、でも全部成功してるわけじゃないじゃないですかあそうだそうだあだからなんですよすごいうん、うん、いや全部成功するやつなんか世の中いないですってそうですねそうですね、うん、そうだいやあのスティーブン・スピルバーグだって、うん何本の打作を俺見せられたかって話で俺大好きなんですけどいやでも挑戦するもんそれは失敗するもんあるでしょで失敗があるから次も跳ねるんですよだから失敗を許容するというかまあ失敗するかもね失敗すると思ってやってないんですよ絶対そうですねそれはね絶対成功すると思ってやってるんですけど失敗した時に最も悔しいのは本人なんですよはいはいはいなんで失敗したんだろうって、はいはい、絶対あんな悔しい思いとか二度としねえって思ってやるから、うん、跳ねるわけですよ、うん、で新しいこと達成するとまた次のことやりたくなっちゃうからはい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 勝負すごいと思いますよ、うん、いいじゃないですかもう引退しちゃってねえ実際それはもう、うんずっと妖怪持ち続けて引退しちゃってよかったんですよ確かにね、うん、だからすごいと思うんですよガンダムに切り込むのは相当大変ですから、ね、いや俺だったら絶対ウケないですけどね怖くて無理ですよ、うん、何悪くか分かんないですからね無理ですよだからもうその成功体験にある種その甘えずに常にハングリーで居続ける、うんうんはい、やりたくなっちゃうんだなんか多分そうだねもう根っからなんだろうねそうそうきっとでもねやっぱそれを、ま、周りで支える人たちっていうのも、うん、やっぱり並大抵じゃないですよ、うん、だそれはやっぱりどうしてもこういう業界だと一人がやってるように見えがち、うん、スポークスマンがやってるように見えがちですけど、うんはい、そんなことは絶対なくてまあそうですね、はいはいはいうん、そうですね意外とねそこがなんだろうメディア的にはあまり書かれない部分なんで、うん、そうするとちょっとまた、別のベクトルの話になっちゃってこれだけこれも聞きたいなと思ってたんですけど、はいはい、さっきおっしゃったようにやっぱりチームワークだと思うんですよ、うん、何か作ることに関しては特に、うんうん、で14の特に人多いだろうし大変だなと思うんだけども、うん、コミュニケーションするって考えた時、うん、そのコミュニケーションコストで考えるとそれだけで終わっちゃいません？あそのみんなと話すって意味でそう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 確かに Q14 の頃ほど一人一人とは話せなくなりました、ね、あまあまあまあ人数は多いですからね Q14 の時は本当全員と飲みに行ったっていうぐらいやってましたから、ね、そうなんだいや一回全部愚痴聞いてあげてあ、はいはいはい、自分が思う良かったところと自分が思う悪かったところは吐き出させてあげないとまあまあねやっぱり立て直しやる人って全員同じことやってるんですね別に飲む必要もないんだろうけど、うん、話せばいいんでただ会社ではやりにくいからはいはいはい、まあ、あの時トリプルヘッダーぐらいでしょはあ企画が一番後ろで、まあ、僕のセクションでもあるから、うん、最初デザイナーで7時8時からデザイナー10時からプログラマー悪い企画は悪いけど1時からでみたいなさあオズマ開きましたよすごいななんとリンゴが出てきたオズマの中身はリンゴだったリンゴだったなんかちょっと哲学ですねこれは店長いやあの
みりんさんの時の再来ですか。そうですね、今回出した料理は全部今までのトンツーコースをの方から一個ずつ持ってくるって感じで、あすごい集大成です。テーマパークですよね、うん、まあ、いつ最終回になってもいいようにって感じ。いやいやいや、そんな いやでも毎回最終回だと思ってやってます。まあ、でもこの1回は要はいつもやってる会員限定の一番のプロモーションだから、うん、そこで本気を出すっていうのは今回ね、会員限定じゃないから、ないですから。通常ね、トンツ生放送はフレッシュの会員限定放送でやってるんですよ、うん、そうだから会員限定じゃなくて見れなかったとね。いやでもね、あのこの、はい、いつ終わってもいいはすごい大事だと思う。はいはいはい、ああ、まあそうですね、はいはいはい、いつも全力じゃないといけないから、ね、それはそうですね、明日終わるかもしれないわ、うん、それこそね、あのトーヒルさんの時にその話やりましたね。そうですね、本当に明日どうすんだってやつ。そうでもいいよ、これ一回しかできないかもしれないから、はい、今全力でやらなかったら次もねえよっていう。14は割とその根性がちょっと強すぎるかもしれない。いやだと思いますね、毎回パッチごとにどんだけやってんだっていう。そうで、あれでみんな苦しくなってそうでマネージャーが怒るんですよ。なんでこんなに盛るの、あんたら分かってんの、自分らで文句言うくせになんでこんなに盛ってんの。でユーザーは次の時にあれ今回少なくねみたいになっちゃうっていう。まあでもいいんじゃないかな、なんか世の中1個ぐらいこいつらバカだなっていうのがあってもいいのかなって、うん、ちょっとみんな最近賢く生きてるから、うん、いやまあそうですね、ゲームメーカーの人なんて大体頭おかしいですからね。そうなんですよ、うん、最近ねちょっとねまともになりすぎちゃってる。ああ、そう、まともになりすぎてて、この話はまずいのかな、まだ続きよ。まともになりすぎてるで思い出したんですけど、うん、最近 あのゲームイベント的な何かにちょっとあのもうちょっとテンション高いものを求めてるみたいな、求めたいなみたいなことが書かれてたんですけど、まあ、いわゆる TGS 的な何か、どういう風な TGS のブースであったり、うん、イベントの雰囲気だったりっていうのがあると、うん、吉田さん的にはなんかまたワクワクするとか今まで以上にテンション上がる、まあ、それは来るお客さんもそうですけど、僕は TGS、まあ、これも本当個人の意見ですけど、うん、まあ、うち世界員なんであれですけど、まあ、そうですよね、そうですよね、そうですよね、いや僕が純粋に若い開発者だった頃に、はい、そのハドソンに出張費をつけてもらって、うん、TGS に出張する意義って、はい、刺激を受けに行ってたんですよ。刺激を受けにか、なるほど。発表される各社のサプライズを見て、うん、なんかざわついてますけど大丈夫ですか。え、なんでざわついてますけど、向こう側がね、なんかざわついてるんだ。大丈夫、やめたほうがいい、やめたほうがいい。今の調子なら大丈夫でしょ、多分今の調子なら大丈夫。危ない、首かしげてるけど。じゃあやめたほうがいいですか。やめたほうがいい、やめたいですから大丈夫。いやじゃあ角度変えましょう。角度、こんなことやりたいとかあります、イベントで。TGS とか TGS じゃなくても何でもない。ごめん、そっちの方がまずいかも。それ本音で言うとあんまり良くないかも。あ、そうなんですか。そうなんですか。そうなんだ。いや、要は、はい、僕今のこのオンライン社会、まあそれこそコラムに何回か書いてるんですけど、うん、現地へ行くっていう熱量をかける価値って何だろうと思うんですよね。それ ね、 ね、いや最近の TGS はよく言われます、それは。時間も、うん、これはね TGS 限らずですね、現地へ行き、うんうん、その移動費もかかる、はい、そうですね、はい、肉体も労働させなきゃいけない、うん、はい、すごい大変です。精神的にも人混みに行くってストレスがかかる、うん、だって家でネット見てりゃ下手すりゃ早いですもんね。そうなんですよ、情報体験版とかもするし、うん、なんかそれを押してまで現地に行く価値っていうのがとてつもなくあったんですよ、当時の TGS、うん、なるほど。もちろんそれはインターネットの普及っていうのが、はい、ある程度クローズだったからっていう。そうです、そうです、うん、あと回線が速くないから、はいはいはい、そのトレーラー出せるわけでもないし、うん、そうですよね、うん、だから今って世の中全ての情報が即時公平に届くようになったおかげで、はい、その場に行く価値っていうのが激減してるんですよ、うんうんうん、だから単純な話でだったらその場に行かなきゃ味わえないものを作ればいいだけの話じゃないって思うんですけど、はい、まあ、それがないかなって話だ。今一番難しい時期だと思いますね。そう、中継あるから見てきた。結局中継ありきで考えますもんね。中継しなきゃいいんじゃない。まあそうですね、それはね、僕も中継ばっかりですから、はいはい、だから例えばゲームの中で一生懸命演技をしてくださる声優さんとか、うん、その裏話を聞けるのは、うん、その場にすりゃいいのかなって、うん、はいはいはい、そしたらもっとたくさん熱狂的に来てくれると思うし、うん、発表も
その裏ネゴとかしないで、うん、その場で本当にサプライズ発表すれば、うん、その瞬間その場にいてその発表を聞けるっていう興奮度って、うん、ネットで感じるのとはまた違うから、そうですね、行ってよかった、来年も行こうかなって思うと思うんですよ。だから、うん、ネットに流すものと違うな、公平にあらゆる人に配るものと、はいはいはい、その場でエクスクルーシブじゃないと味わえないものっていうのを一個ずつ切り分ければいいだけの話かなって思うんですけど、うん、まあ、っていう持論です。はいはいはい、はい、これはあくまで吉田個人の意見です。昔の東京ゲームショーは、はい、そういうもんだったんです、はい、いやだから単純にそれだけの話なんですよ、うん、何も難しいことはなくて、ゲームやりに行ってたんですよちゃんと。いやもちろんそうマスに広げたいって思いがあるのは、うん、広告だし、うん、マーケティングだし、うん、PR だからそうなんですけど、うん、2日時差があってもいいんじゃないかなって、うん、ああなるほど、はいはいはい、でどうせ初動でそれをみんな記事にするわけだから、結局、はい、そのバリューを大事にしようよって思うんですよ。うん、その場そのところに行った人たちが最速で、はいはい、そっからの拡散力は今いくらでもあるじゃないですか。確かに、ほっときゃ勝手にね、うん、でこれ以上言うと僕のなんだろう考えてることをなんか 手の内をさらすから、あ、うん、あなるほど、それにもなっちゃう。なるほど、なるほど、そっか。でもそういう時代なんだと思うんですよ今、うん、つまり行動するのはエネルギーの最も無駄な行為だと思うし、うん、これね、間違いなく この、うん、ここから先世の中人は動かない生活になっていくと思うんで、そうですね、動く必要がない。そうですね、それがね最も多分無駄って言われるんで、うん、はい、すげえな、なんだろうこれ、かき氷みたいになってる一応まあハニートーストということなんでしょうかね。ここにあのチョコレートシロップとか、かけると綺麗にはなるんですが、甘いものが苦手なのでこれで終わりです。あ、ありがとうございます。通常だったらチョコレートシロップとかもかける。もうね、悲鳴ですよコメント、なんてことをするんだろう。これはちなみに通常メニューではございません。あ、これスペシャル、あ、これは特別、はい、ありがとうございます。前、トンツー生放送みりんさんのスペシャルの時に出されたものですね。あの非常に好評でした、その時。でしょうよ。いや、あのこれスイーツ屋普通にやってくださいって言いました、私一期一会に全力かけるっていうのは大事ですね。大事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 。だってこのメニューやってくださいとか俺言ってないからね。いやだからトンツーさんも一緒だと思うんですよねその瞬間その瞬間で出すお肉で勝負してるから、うん、そう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 、別にね、うん、ネットでこれだけその話したとって、うん、多分食べに来ないと価値は分かんない、味わえないかな。うめ、うまそうだなは見えても味は分かんないですから、だからそこへ行く価値っていうのが、うん、ここから先はよほど贅沢だし、うん、重要になるし、うん、それこそお金を払ってでもそこへ行きたいし、そこをそれを味わいたいっていう価値だと思うんですけど、うん、間違いなくでも時代はそっちへ行きますよ、うん、ここからまあ2、30年かかると思いますけど、うん、だってもう人が動く必要がない時代がすぐそこまで来てるんで、うんうんうん、もうね、水一杯と飲むのね、あの、あ、そうなんですか、頼みますからね、はい、普通に買い物っていう概念がもはや、うん、ネットワークで全て済んじゃってる、うん、だから意外と皆さんそのすんなり受け入れちゃってますけど、うん、相当なことですからね。そうですねあ、箸であれですけど大丈夫ですか、ね、あ、大丈夫です、大丈夫です、いつも箸であの、はい、デザート食うの慣れてるんで。ゲーマーですね。いや、うちのスタッフが箸しか用意してくれないんであ、あ、そういう、はい、先輩、先輩、兄先輩用意するのは兄じゃない、あ、じゃないですね、うん、あ、じゃあ、じゃあいただきます。はい、どうぞ。うまっ。私もリンゴやべえ。そう、甘いものに割と私もそんなによくはないですけど、苦手な部類ですけど、これは美味しいですよ、ね、リンゴやべえ。うん、うーん、あ、今日の話はずっしりきたなとヒラピーが言ってえ、そうですか。いや、あのね、やっぱり会社のね、あれとしてね、うん、そう、仕事で、うん、うん、その、どうやってお仕事されてるのかなっていうところはやっぱり気になっていて、うん、そうね、要は、うん、ワンマンでもないし単純にトップダウンでもないじゃないですか、うん、でも
すごくたくさんのスタッフがいる中でそことちゃんと意思疎通ができていて、かつユーザーとも会話がちゃんとできている、うん、でユーザーが納得するクオリティのものを一生懸命出そうと、みんながそれぞれ持って持って持ってっていうことを自発的にやってくれるぐらいやってくれてるわけですよね。 それっていうのは吉田さんが何かやっぱり仕掛けたからそうなったんですかね。わかんないですね。それはなんかいくら自己分析してある程度自分の中で答え出したとってもそれが正解かどうか誰にもわからないんで、うん、でもただ一個なんかまあ僕割とこういうキャラなんで、ただまあみんなで正直にやってっただけかなっていう気もするんですけど、なるほど。ただあのタイミングで意外と正直なことをやる日本企業は多くはなかったんで、あ目立ったかなとは思います。運なんですか。でもそれは FF が持ってる運だと思います。ああなるほど。30年続くタイトルなんて、うん、映画だってなかなかないっすよ。そうですね、ないね。それが30年続いたんですから、うん、FF は持ってる運だと思いますよ。こけそうになったんだと思いますよ、確かに14とって、うん、たまたま立て直すメンツが揃ってたのは FF が持ってる運だと思いますよ、うん、はぁ、うめぇこれうめぇこれ全部出尽くした感じですかね。これが終わりですよね。はい、あ、ありがとうございました。まあモンハンのねキャラクリで吉田をたくさん見ましたけど、そんなことされる人いませんからね。ゲーム、いや違うんですよね。あれね、あれを見た時にね真っ先に思ったのが、ほうれい線の再現度が高えなと思いました、ね、そこでモンハンにイフを抱きましたね。なるほど。ほうれい線をキャラクリできるのか。できる、うん、ただあのフリーザと並べないでくれフリーザ良かったですね。あれね、違うんですよ、架空のキャラじゃねえかよもうだから 2.5 次元なんですよ吉田さんは。プロデューサー兼ディレクターというアチーブメントをつけた、もうザ・レジェンドみたいなもんですよ。でもね、こだわるね、そのアチーブね、うん、すごいアチーブつけた、もうヒーローですもん本当に。そうだ、そのヒーローにあの最後にこれだけ聞こうかな。お、吉田さんって B2B と B2C どっちが好きですか。悩んでる。お、悩んでる。これ僕はやっぱ得意分野があるんでこれっていうのはあるんですけど、吉田さんってどっちもできてるなって思って。ああなるほど。でもそういう意味だとどっちも成り立たないと意味がないと思うんですよね。てかどっちも、あ、すいません、うまくいってないとなんか成功しないのかなって。バランスってことですか。ただ好きな方あるじゃないですか。ああ、まあ、得意とかね、うんうん、どうなんだろうな自分で思う得意と他人から見た時のこの人の得意って違うような気がするんですけど。わかりますね。僕多分究極に言った B2B の方が得意なんじゃないかな。あー、へえ。でもあんなに楽しそうにお正月ログインしてみんなとお話しして、うん、でもそれはたまたま B2C の C の部分が自分と今重なってるからだけな気がするんですよ、うん、あで僕これちらっと今日も言いましたけど、そのたまたま趣旨の合わない自分の好みに合わないものでも、うん、めちゃくちゃお金もらってる以上一生懸命やるから、うん、そうなった場合多分そこをちゃんとやろうとするっていうのは B2B なのかなって思うし、うん、なるほどなるほどなるほど。よく迷うんですよ、ね、まあ確かにそれはありますね、うん、だってもともとずっと B2B でやってきたわけだから。そうですね、うん、たまたま今回14でそうなっちゃったけどっていう、ね、はい、うん、だからたまたまなだけですね、うん、でしかも隙間産業的に、うん、あの当時そういうライブストリームとか、はい、そのちゃんと日本のゲーム開発者が何を作ろうとしてて、どういう意図でこれを作ってて、うん、次はどうなるかっていう話を誰もしてないので、うん、しかも信用がどん底に落ちてるから、うん、その2つの面を考えてもやった方がインパクトも出るし、うん、まあ、変な話自分だったら
その喋れもするし全部も把握してるから、うん、できるだろうって、まあそれがあの緊張感につながっちゃってはいるんですけど、はいはい、思い切ってやってみてよかったと思いますよ。今生放送やらないゲームなんかないんで。そうですね、うん、ないですね、うん、で僕がどっちかっていうと唯一なんか0から1をそれなりに残せたかなと思うのはあのあたりの方が僕は結構でかいかな。確かにそれまでね、特にスクエアエニックスさんなんて、うん、そのあたりだいぶクローズドというか、うんうん、得体の知れないってところありましたよね。そうですね、高飛車、うん、ただクオリティは安定していたから、まあ、そこは、うん、まあまあまあそんなに言わんよっていう、うんうんうん、でもその状態、その会社の中のその機運みたいなものっていうのを、まあ、今日から変えましょうよっていう、一応緊急事態だったとはいえいやいや、そんなになんかすぐなの変わんないですよ、うん、あんなでかい会社。ああ、やっぱりそうですか。うん、なあ、白すぎな。なるほど、白い目で見られました、やっぱり。またあいつらわけわかんねえことやろうとしてるみたいな。ああ、異分子じゃないけど、異端児的なあれは思われてる、ね、それはそうですよ。まあそうですよ、なるほど。僕はB2B と B2C の話、ちょっとだけ補足していいですか。はいはい、吉田さんの目線で。はい、マイクすいません。なんか白杉が言いたいことあるらしいですよ。あの B2B と B2C どっちが得意かっていう話、今ちょっとこっちでスタッフサイドで話したんですけど、多分吉田は対人間である以上あんまりそこ分け隔ててないと思います。なるほど、多分もうそれ相手が血の通ってる人間だったらもう全力っていうふうに M ちゃんが言ってました。何も、何も、M ちゃん、M ちゃん補足でないことないですか、大丈夫ですか。大丈夫だ。はい。だから、いっぺん、吉田直樹と仕事してみろって話になるんですね。いや、それは分かんないですね。周りが、周りが。まあ、周りがね。うん。なるほど。いや、でもダメなんですよね、人見知りで。本当に。こんなに付き合い悪い人間もいねえんじゃねえかなと思うぐらい。またトンツは呼びますけど。ああ、それもう全然江戸文さんのお二人は全然、はいはい、大好きなんで。いや、だって好きじゃなかったら朝まで一緒にゲームやんないっすよ。そうですね、そりゃそうですよ。そうですね、あんな雪の中だよ、会社から一回家に帰って自前の車を取ってよ、あのさあ首都圏が大混乱してる中、うん、行かないかね、野球は。リスクありますよね、普通に。そうっすよ、うん、今日はちょっとさすがに雪なんでって言われるかなって思ったわけで、あそこでね、うん、行かなきゃね、男が廃るってわけわかんない、うんうん、そうだから、僕 その結婚式の2次会の時もそうですけど、うん、吉田さんはなんでこんなに細かいところまでいちいちちゃんと見てくれるのかなっていうのはすごくびっくりした。それはね、違うんですよ、好きな人だからそうなだけです。それはたまたまなんですか、僕が見てる部分がたまたま。あ、だと思いますよ、だから属性が似てるからですよ。はあ、なるほど。僕本当に、なんて言うんでしょうね、まあ、それこそちょっとコラムにも書いたりするんですけど、僕そんなに他人に興味がないんですよ。ほうほうほう、なるほど。え、だってみんな他人に興味あります？だって他人でしょ。じゃあ吉田さんがもし他人に興味がないんだったら、僕他人が視界に入ってないですね、もはや。え、でもそうじゃない。入って、うん、画角に入んないですね、画角に入んないですね、興味じゃなくて。それはね、これね、一個言っとくけど、うん、自分が優れてるからとかそういう意味じゃないですか、はいはいはい、自分は自分、他人は他人だから、うん、他人が何をしようが、うん、社会でどんなことをやらかそうが、うん、別に俺じゃないもんだって、それって、うん、ただたまたま俺とその価値観が違う人が、うん、そういう発言をしたんだねとか、うん、そういうことをしたんだねって思うだけで、うん、それに対して何も感想もなければ、うん、興味もないっていうだけで、うん、これはね、よくね、この話をするとおごってる、おごってないとか、はい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 、高飛車だとか高飛車じゃないって話に取る方がいるんですよね。そういう話をしてるわけじゃない。わかります、わかります。つまり、うん、そう、自分で精一杯なんで、その隣の人が何をやってても、うん、別にどうでもいい、好きにすればいいじゃん、俺も好きにしてるし、うん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 、でもなぜあなたはそう、俺にそのあなたの価値観を強要してくるのって、はい、いいじゃん別に、ほっといてって思っちゃうんですよ、はいはい、だけど似たような属性で一生懸命仕事をしてる人たちは好きなんですよ、うん、だからその
まあちょっと本当に弟みたいって書いちゃったんですけど手紙には。でもきっとこういう気持ちで仕事に向かってるだろうなとか、こういう辛さがきっとあるだろうなって。でもそれ演技でやる部分と本音でやる部分って、うん、若いうちって混ざるんですよ、うん、だからオーバーリアクションに取られて攻撃される時もあれば、それは僕もそうだったから、うん、だけどこれって混ざり合っていくと面白くなってくるんで、この後、うん、だから大事にするのは大事にして、そのバランスを取るところっていう、まあ話を書いたでしょ、うん、まあでもだから興味ある人には興味があるんだけど、ない人には全くないっていう。だから興味持たれてるってことですね。だからでもほら興味を持たれてるって言われちゃうと、はい、高見さんに取られちゃうけど、そうじゃないんですよ。まあ、そう、言葉としてはそういうことではなっちゃうかもしれないですけどね。だから友達少ないんですよ、ね、付き合い悪いし。なんか業界のみとかこう名刺交換したって誘われるといかんすからね、マジで。本当行かないんですよね。本当申し訳ないんですけど、ごめんなさい。じゃあ吉田さんをとりあえず、なんかね、ゲームの話ができないとね、うん、辛くなっちゃう。ゲームの話ができないと辛くなっちゃう。何だっていいんです。ゲーム業界のこの先の話とか、あ、はいはいはい、今作ってるゲームの話とか、今やってるゲームの話とか、はいはい、僕はゲームが大好きなんでゲームの話がしたいんだけど、これ以上言うとあれかな。なんか誰を知ってるとかさ、どこでもいいんだよ。もうなんかそうなるともうどうでもよくなっちゃうんで、もう行きたくなくて。だったらもうほんと仕事してた方が100倍楽しいし、それこそ夜中プレイヤーの皆さんとね、はい、コンテンツ一緒に行ってる方が行ってる方が、なんか NGC で吉田さんのレギュラーをお願いしますって言われましたけど、あのそれはね、毎週それはね、あの、はい、M ちゃんが絶対ないって。まず理由は2つあって、吉田の稼働をね、はい、奪うなっていう。そうですね、それ間違いない。 NGC の評価下がりますよ。下がんないでしょよ。それは下がんないでしょ。 NGC 大好きなんで、その吉田とかいらないですよ。どんだけなんですか、 M ちゃん。たまにね、ゲストで出して、はい、その代わりゲストで出た時、あいつ何時間でもやりますからっていう方がね、言いたいです。恐ろしい子。いやでも自分に反対意見を言ってくれるスタッフを、うんうん、一緒に仕事できればでかいと思いますけど。なるほど、うん、仲良しなんですね。でもみんなそうかな、うちは、うん、文句は言えるってことは仲良しかなと思いますけど、うんうんうん、そしたら聞いてくれるから言えるんでしょうね、うん、ああはいはいはい、聞いてくれるからね。面白いことにうちは聞かなくても言うやつが多いんですよね。野犬の群れみたいになってるんで。ただ相手どうあれ吠えるやつばっかっす。はい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 、はい、社内でも野犬の群れっぽいんで。じゃあもうみんな、なんか いわゆるこう指示待ち人間じゃないけど、なんか、あの、もらってる分だけやりますみたいなスタンスの人いないですか。上の方は、いや上の方はもうなんかギャンギャンですね、みんな。へえ、それすごい、ね、いや面白くてしょうがないです。だからすごい、うんうん、なんかだんだんやっぱりね、そういうのがこう面倒くさくなって収まってくるんじゃないかっていうかね。うん、ちょっと頑張ろうって思った。ああ、キラピーがちょっと頑張ろうと思った。いやでも文句を上にも対して文句をたくさん言ってくれる人が多いところは絶対伸びると思いますよ。はいはいはい。だってそれたくさんいるってことは、そういう人たちをちゃんと置いておけてるってことじゃないですか。うん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 、自分に敵対するやつを追い出すってことは、最終的にはイエスマンしかいなくなるんで。うんうん、はい、そうですね。何か判断を間違った瞬間終わりますからね、うん、それはそうだと思いますよ、うん、だから僕いつも企画会議とかでもそうですけど、うん、俺はこう思うけどどう思うのって、うんうんうん、で反論がないんだったら俺が言ったからじゃなくてみんながそれで納得したからにするよって。だってそうじゃないですか、うん、まあ確かにその権限が違うからって言うかもしれないですけど、それって言い訳でしょって。だからその場は作ったんだからって。俺はそういう場の時は若い頃からそれは違うと思います。うん、1個ね、これで面白い話があって。あ、お、もうちょっと続くよ。カドソン時代に、はい、あ、はい、次の天外魔境をどうしようかっていう、はい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 、あったんですよ、はい、でもなぜか呼ばれて、はい、僕あれ入社1年足らずぐらいの時かな、うん、で、はい、どうやったらもうちょっとコンパクトに作れるんだろう
あ、天外魔境1と2が世の中に出てて、うん、半端じゃないんですよ、ボリューム、うん、あ、そうですね、あれね、うん、あれ天外2だってクリアまで83時間ですよね、うんうん、これ別に、はい、なんか隠しダンジョンとか、はいはい、やってるわけじゃないんですよ、うん、普通にプレイして83時間ですよ、うんうん、多分おかしかったですよね、あれね、だけど飽きないんですよね、はいはいはい、次から次へと展開があって、うんうん、でみんなすごい議論をするわけですよ、はい、先輩たち、うん、執行役員と一緒に、うん、すごいバイタリティですよね。で吉田なんか言うことないかってそのまあ可愛がってもらってたんで、うん、その取締役に、うん、でもヒロイさんである以上しょうがないんじゃないですかって、うん、だってヒロイさんってマシン英雄伝は誰もそうですけど、はい、その7つの世界があるったら8つ目の世界が最後だし、うん、7本の暗黒乱があるったら8本目だし、うんうん、まあ四天王がいて、うん、地域ごとに撃破してってお話がつながっていく、うん、それがヒロイさん の, その作風だし、うん、作り方だし、うん、そこにキャラクターとドラマがあるからでしょって、うんうんうん、天外魔境ってものをヒロイさんの世界でやる以上そういうもんだと思ってそれをどうやって作るかを考えた方がよくないですかってだから、うん、だからそういうどっちかっていうと考え方なんですよね昔から。あ、なるほどね。だから、うん、やるんだったらまあ一生懸命決めてみんなでやればいいんじゃないって。あ、であとなんかみんな一生懸命議論してるけどそうじゃないんじゃないってなると空気も読まずに、でもそれを可愛がってくれる先輩たちに恵まれたんで僕は。そうですよね、生きてきてる、いられるんで。だって下手すりゃ先輩方からするとなんか生意気でうるさいし、うん、余計なこと言いやがって入ったばっかりこいつみたいな。その時はねジョーも言ったんですよ、じゃあしょうがないなんでそんな権限があるんですかね。権限じゃない、吉田さんに権限じゃないですよ。すごいみんな一生懸命議論したんだけど、うん、みんなあってなじゃあしょうがないなってえそれじゃあ頑張ってみんなでどうやってそのボリュームを作るかを考えようぜっていう感じになったんで、あ、よかったなってそれあれですよ、あの掲示板にレス書き込む人たちが全員憧れるやつですよ。俺が投稿した瞬間に流れ変わったってやつそれはできるんですね。それがでも2社目に僕が行ったそのロケットスタジオの社長の武部さんです、うん、はい、そう言ってくれたの。あ、すごいな、やっぱカリスマ性はあったんですか、そしたら、うん、違いますよ、そのやんちゃを理解してくれる人に恵まれただけですね。でもそれは場所が変わっても変わらなかったんですよね。でもやっぱり理解してくれる人はいるからなんじゃないですか、うん、巡り合わせってことなんじゃないかな、うん、だから人に恵まれてるだけだと思います、うんうん、縁ですよね、はあ。それこそ当時の社長の技だってこのクソうるせえやつなんでこいつと思ってたに違いないんでまあそうなっちゃいますよね、うん、あでも確かにイエスマンだったり何も言わないっていう部下とか後輩よりはそっちの方が可愛いかもしれないですね。まあここは難しいですよね、人の性格にもよるし俺たちにもよるから、うん、自分の言ってることを全て 100% 受け入れて、うん、それに全力を尽くしてくれる人を可愛いって思う人もたくさんいるはずなんですね、うん、はい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 、ここはどっちが正しい正しくないじゃない気がするんで。ああなるほど、じゃあ本当にもう反りが合わないみたいな、どうしようもないみたいな人もやっぱりいたわけですか。あ僕がだから反りが合わない人はもう近づかないし近づかないでって思っちゃうボールペン折りながら、なんであのお互いいいことないじゃんだって。あ、まあまあまあそうですね。いやだって本当仲良くする必要もないし、はいはい、だって考え方違うんだから、うんうん、これはだから仲悪いんじゃないんですよ、うん、近づかなきゃいい話、うんうんうん、それでも一緒にやんなきゃいけないってなるじゃないですか、会社のプロジェクトとして。あ、そうなった場合は合理的に考えますよ、うん、何を市場が何を求めてていくら売らなきゃいけなくて、うん、どうするためにはどっちを立てた方が、うん、でも最終的にチーム構成的にここの2枚看板がいる方が問題だと思うなら、うん、どっちかを外すべきだっていうのは客観的に多分提案します。ああ、じゃあそこはもうドライにちゃんと自分を抑えるか、うん、でまあ提案したからまあ俺が外れた方が早いんだったら外れますけど。ああ、なるほど、うん、のもあるし、うん、なるほどね、うん、じゃあやっぱりその作ってるプロジェクトだったりコンテンツありきで、まあ、でもそうだと思いますよ、うん、
だってお金を稼ぐためにものを作ってるわけだから、うん、できるだけベストにした方がいいとは思いますけど、うん、作るってなって自分がそのチームの一員になったからには言うことは言うし、うん、やりたいことは当然やるしっていうスタンスは取るけどっていう、まあでも上に上がれば難しいですねそれも。あ、なんかやらせてあげたいって気持ちも出ちゃうし、はいはいはい、ズバッと言ってあげた方が本人たちのためかなって思う時もあるけど、そういう意味だと多分優しく見えちゃってんじゃないですか今。なるほど、僕がここで言ってる以上に。ヒラピーがものすごいうなずいてるさっきから、うん、そう、その通りっつってずーっとうなずいてる。やらせてやりたい気持ちは湧くんだ。なるほど、ね、だけどそれを止めないとえらいことそうなんですよ。だけど周りのマネジメントからは、うん、いい加減もう止めてあげた方がって、うん、ここからここは難しいんですよね。ヒラピーマイク入ってここから30分喋れちなみにですね、2時40分でございます。終わりましょうか。3時間になりますじゃあ今日はとっても美味しいお肉とデザートいただいてお酒いただいて楽しいお話ができたので、鉄拳の原田さんが対談したいって対談は実はしたんですけど原稿がまだ来てないですよ。なるほどね、なるほどね。原田さん原稿来てないです原田さんが見てるか分かんないけど。あ、そうね、そうね、原田さんじゃないか。あ、そうか、対談はしたんですけど、はいはいはい、原稿がまだ届いておりません。はい、いや珍しいな、こんな遅い時間にやった放送で3時間放送やって、うん、アクティブ減らないってすごいね。8000キープしてるんでしょ。ほぼキープしております。すごい、はい、減らない、すごい減らない、上がりきってからずっと8300ぐらいでずっといって、それはもうコンスーさんの肉の力でしょうよ。いやいや、もうそれはもう両方合わさってですよ。それは肉も食えないのにね。ねえ、みんな肉も食べれないのにねいやこれはトンツー争奪戦が始まりますよ。そうですね、他のゲーム業界の人が超面白いって言って、はい、見てます、ね、他のメーカーさんが見てる。あ、本当ですか。やばいね、いろいろ言いましたね今日消されてるかもしれないな一応アーカイブ残る予定です。確認していただいて、はい、うん、あの本当にダメそうだって言ってください。いやいや大丈夫です大丈夫です。言った以上だって、はい、残っちゃうね。あ、そうか、ネストさんもね、あのドンツー、まあ、私に紹介していただいたネストさんという方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、ドンツーマイスターなんですけども、はいはい、その方もそう、元そうスクリーンの方なので、ね、さよなら吉田って書かれた。さよならまあ、今日はとっても込み入った話をたくさん聞けて嬉しかったです、はい、うん、本当にありがとうございます。これで息増えますかね。そこまで至らなかったでしょ正直。いや、噂によるともうすでにいっぱい変わってる。あ、本当に。ちょっと後で見たい。職人お疲れってコメントさっきからいっぱい見えたんで。そうなんだ。なんか具体的にどこ変わってるか分かんないですけど、なんか元々と比べないと分かんない、ね、うん、息がちゃんとなんか、マジか、一部修正とか過筆とかされてるっていう噂が。次は素剣さんを連れてきてあげてくださいって言われますね。やったやったね。本通予約は電話がいいですか。そうですね、で電話番号をね、素剣一人で送り込んだ場合やばいな多分、うん、俺以上に多分まずいな俺がいて止めるぐらいじゃないとダメだな、うん、俺もそっち側で素剣来た時はそっち側にいてすぐ入るっていう体制を取った方がいい、ね、なるほど。電話番号をじゃあ表示しますかね。雪降ると脱ぐからな、はい、あいつあ、そういう意味でやばい、画面に出します。03、はい、上松さんとの絡みの話とかもう全然無理だもんね。言えない話ばっかりじゃんだって。電話をかけてくれた。やばいことがあるんですね。なんか、まあ、僕のね、まとめですけど、うん、なんか今、電話番号、宣伝をしてるんだ。トンツの生放送、あ、生放送じゃねえ、トンツの電話番号です。このやさぐれた画面にすごい画面だった、今すごい画面だった。背中すすけてそうな画面だった。すごい画面でした。夕方5時以降にかけて、夕方5時以降にかけていただくのが一番いいと。明日もちなみに予約はなんとかいけますかね。あ、明日はエボでね、それで打ち上げとかあったりするからもしかしたらちょっときついと。ぜひ火曜日以降かな、 気になった方は、うん、予約してみてください。です、ね、はい、ですです。03-3829-5191 ですね。でこれはさ、ちょっと何かあったら使いたいというかね、食べに行きたいよね、うん、あ、もうそれぜひぜひ、うん、はい、なんか、なんでしょうね、もしかしたらトンツコラボがあるんだよね
予算はね、多分ね、はい、すごいお安いと思いますよ。いや、安いですよね。あ、はい、あの普通っていうのも変ですけど、高級焼肉店みたいなところより全然安く、全然安いと思います。食べれます、食べれます、うん、それは間違いないです、はいはい、これは見せるでいいんですよね。はい、じゃあメニューをちょっと、これ普通女の子やんだけどな、これな。じゃあいいっす、いいっす赤い人、なんか変な映る可能性あるから。そう、このぐらいでございますので、そんなにすごい高いというわけではないと思いますよ。これもでもスイッチだから見える。そうですね、そうスイッチだから見える。そうですね、あのまだ全然出てないメニューたくさんありますので、今日出たやつシルクロース、はい、あとはスカイツリーハラミ、はい、スカイツリーハラミどこでしたっけ、分かんない、あれ何人前みたいなやつなんで、またちょっとあれですけど値段が、あ、スカイツリーはこっち書いてないかな。あとは、なんだっけ、桜島レバー、あのさっき食べたやつ、はい、桜島レバーぜひぜひ。あと今日ちょっと、いや、ついてます、今日出てなかったですけども、蜂の巣カマンベール風というものがございます。実はあのね、締めに出てきた、なんだ、肉吸いの中に入っていたんですけども、あれ焼いたバージョンが非常に美味しいです。はい、こちらをぜひぜひ皆さん食べに来てください。はい、よろしくお願いいたします。吉田おごってって言われていいよ、じゃあ、じゃあ終わりましょうか。ありがとうございます。じゃあですね、うん、まあ、あの、まあ、いろいろと話をお伺いして、語弊があるかもしれないですけど、まとめると、まあ吉田さんは人に恵まれてね、コミュニケーションも達者だなという感じの印象になったんですけど、この放送を見ている仕事におけるコミュニケーションに悩んでる和光たちに何かアドバイス一言言っていただいて、一番難しい、上司とうまくいかないんですけどとか、あ、なるほどね、同僚でどうしてもやめたらいいんじゃねおいおいいや、だってうまくいかねえならやめた方が多分楽だね。いや、違うの、あの追い込まれるパターンの人って、うん、ここでなんとかしなきゃとか、ここぐらい務まらないきゃとかって自分を責める側へ行くんで、なるほど、うん、世の中どんなに合わせようとしたって合わない人っていうのは絶対いるし、うん、ほとんどの人が合わないと思った方が多分楽、はい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 、だから合わせようとするより、あの合う人を探そうとすることの方が、なるほど、随分気が楽だし、うん、世の中その人が嫌だって思うことをやるからお金はもらえるので、うん、そんなもの山ほど世の中にあるから、うん、何もそこだけが全てじゃないので、うん、もしそれで苦しんでたらだったら、ここ先を変えた方がよっぽどポジティブだと思いますよ、うん、ネガティブでやめるんじゃない、ポジティブにやめればいい話だ、うんうん、ああ、なるほどね、それはね、常にそう思いますよ、本当、うんうんうん、なんであのある程度のね、人間社会なんで我慢は必要だけど、必要以上の我慢を強いられるんだったら変えてもいいと思います。それはその方がね、うん、楽。ただ仕事は人が嫌がることをするからお金をもらえる、うん、例えばお肉だって食べてる方がよっぽど楽、うん、それはまあまあ、まあ、だからお金を払うわけですよね、うん、そうですね、だって焼く方が大変だし仕入れる方が大変、うん、ゲームだってそう、僕だってモンハン遊びたい、うんうん、そうですね、遊びたい、産んでる方が楽だもん、はいはい、モンハン作る方が大変そうだし、あ、それは、はい、そうですね、でもあの人たちはモンハンを作ってるからお金をもらえる、うん、僕らもそう、うん、俺だって4層ずっと行ってた方が、江戸文さんと一緒に放送やってる方がね、はい、楽しいもん、プレイして、はい、だけど、はい、一生懸命作ってるからお金をもらえる、うん、仕事ってそういうもんだから、うんうん、あの自分は誰かが嫌だと思うことをやってるからお金がもらえると思うとすごい気が楽になるんで、うん、なるほど、その上でどうしてもね合わないんだったら、うん、あのここ先を変えた方がよっぽどポジティブだと思います、うん、はい、なるほど、はい、やっぱり職場を探したりどうこうとかって話になった時に、うんうん、人を判断基準にするのは大事ですかね、だと思いますけどね、いくらなんか自分の能力に合った会社をと思ったところで、うん、結局会社って人で成り立ってるんで、はい、そうですね、はい、うん、間違い、それはもう間違いなくて人の集合体でしかない、うん、社会もそうなんで、うん、それでいいと思いますけどね、なんかそれをこう
すごくたくさん実感しているっていう感じが吉田さんするんで、やっぱり見てて気持ちがいいし羨ましいし楽しい雰囲気伝わってきますよ。それがコンテンツにも表れてるんじゃないかなって気はしますけどね。まあそうですね、できることとできないことっていうのはやっぱ現実どんなに努力してもできないことはできないこともある。それは矛先変えたり全く別の作り方をしないとできないことはある、だからできないことをできるできるって言い続けるよりはできないことはできないから、できることの範囲内でもっとできることを伸ばしますって言った方がポジティブだしいいなっていう考え方でいつもその BLL とかやってるつもりなんで、まあ、だからそれと一緒かなっていう気はしますけどね。はい、なんかちょっと締めすぎてあれですけどまあこっからまた流そうって言われちゃったんで、はい、締めます締めましょうか。じゃあ最後に、はい、あのほらまとめてって言われてる、宣伝していただいて、はい、吉田さんに、あ吉田さんにね、はい、それで締めましょう。宣伝することはもう別にないんですけど、ないですか、ないですか、もうすぐですよみたいなとか、まあパチ 4.2 が、はい、来週火曜日、はい、予定通りに多分出せると思うので、うん、もうすぐですね、火曜の19時ぐらいめどでサーバーが開くと思うんですけど、はい、月曜が24時間メンテなんで、はい、午後7時にサーバーダウンしたらやることがなくなるんで、はい、まあ、パッチのノート朗読会っていう、はいはい、21時からどんなパッチかっていうのを1行ずつただひたすら読むっていう放送をやってますので、はい、まあそれをちょっともし、はい、モンハンの片手間にでもですね見ていただけるとありがたいなと、うんうんうん、ただいいですか、光の選手の皆さん、モンハンやっていいのはそこまでですか、ね、あ、火曜日まで、いや火曜日のその一旦来週の火曜から金曜ぐらいまではガチッと14やっときましょうか、はい、なるほど、また土日モンハンやりゃいいですよハンターになりましょうよ、なるほどね、で月曜来たらまた光の選手に戻りましょう、はい、14ってほら集中してやらなくても、はい、あまあまあそうですね、そうそう、週でちょっとずつやっていけばこなせるじゃないですか、うん、むしろ毎日コツコツの方がね、だけどハンターだと、うん、はい、週末ひたすら借りまくらないと、はいはいはい、流れに乗れねえみたいなのあるありますありますね、そこはいいと思うんですよ、乗っといて、まあ確かに差が出ちゃうっていうね、うん、ただ霊式勢乗り遅れても俺は責任は取らんのでそうなりますよね、うん、そうなりますね、俺もそうですけど今回霊式が、はい、霊式勢は霊式終わってからでいいんじゃないかなって個人的には思うけど、うん、まあそれは皆さん好き好きにね、うん、していただければいいんじゃないかなって思いますけど、はいはい、まあ、僕は立場上ね、はい、皆さんのそのパチ 4.2 がしっかり遊べることをサポートするのが最優先なんで、はい、うんうん、パッケはあの良造さんにいただきましたけど、うん、封印してあるんでまだ、おあの PS4 本体にも入れてないので、なるほど、シグマ編のレシピが終わってから俺はディスクを入れるぞという格好で皆さんのサポートに回りますんで、はい、ぜひねファイナルファンタジー14のパッチ 4.2 もお楽しみいただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。本日はすいません遅くまでありがとうございました。どうもありがとうございました。良造さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい惜しい、ありがとうございます。まあなんかその情報のどこまで言えたのかわかんないですけど、だいぶ頭に入ってたんです。ほぼ多分言えたと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では皆さん今日は遅くまでご視聴いただき、はい、本当にどうもありがとうございました。あ、最後うん、宣伝だけ私、あ、どうぞ。はい、なおこの放送はですね、来週から実装予定の、NGC で実装予定の新型エイリアンウェアアルファで。おお、アルファじゃねえ、オーロラで配信しております。アルファずいぶん昔です。間違ってオーロラ、オーロラCPU 弾と i7 の 8700K を積んでおります。グラフィックボードもですね、GTX の 1080Ti を積んでおるということで、これからの、60フレームのですね放送にも、こういうふうに今日まさにそれで使っていたので、ぬるぬるした状態 で、ね、皆さん見ていただいたと思います。はい、はい、でございます。6個のやつです。はい、ですので今後の放送も NGC お願いいたします。よろしくお願いします。はい、タバコの煙も恐ろしいぐらい細かく映ってますね。ぜひともエイリアンウェアよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではまた来週の NGC の放送、来週は月曜日がお休みなので火曜日からでございますのでよろしくお願いいたします。はい、今日は遅くまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。おやすみなさい。さよなら。さよなら。トンツマジ来た方がいいよ。本当本当来た方がいいよ。あ、店長、店長本当ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。